やらなきゃそうだそだだタイトルが思い出せないわあのハの考察機 y o u よくしゃべる脚本家のうわんだっけな無限まやかしだ 島でです,高野港です無限まやかしとは映画やドラマや漫画や小説などのフィクションすなわちまやかしを無限に貪り続けている私たち2人がそれらの感想や考察を述べていくラジオでございます。おすこただ得をこれタスクというね。 これ、聞き取れなかった人いっぱいいたんじゃないですか今ね。v i 最終話が終わった直後でございますけども、え野木先生によることわざ講座。ことわざただし解説なしというね。今回なかった。の第2弾が行われたんですけれども、まぁ、後天心なく、ただ徳をこれ助くというね。え天は結局公平で平等で、徳のある人を助けるのだということを最後に言って終わったんですけど、ぶっちゃけ僕的な解釈ですよ。何も言ってないのって話です。 そこまで言ういや、そんなことはないけど、表面上の意味で言うと、うん、その、残るちゃんとね、喋ってたところで、お父さんを、まあ、こう、褒めたたえるような言葉でもあると思いますよ。徳、うん、のあるお父さんを持ってよかったね、みたいなことでもあると思いますし、ね、助くって言ってるってことは、まあ、お父さんが生きてるみたいなことを言いたいのかな、みたいな気もしなくもないですけれども、やっぱまあ、表面上で見ると、まあ、僕たちは兄弟で、その、志を持ってお父さんから受け継いで、 行こうねーみたいな感じの。結構、うんうん、ぼんやりしてないですか解説聞いた上でもぼんやりしてない <laughs> 確かに言われてみるとそうかそうなんですよ。っていう、まあ、それだけじゃない。何から話したらいいのか分からないですけども、も本当に素晴らしい最終回だったね。一緒にやっぱりね、もう言いたいのは、うん、素晴らしかったよ。素晴らしかったですね。最初から最後までずっと面白かった。ずっと面白かった。 そ面白い俺、最終回でも<ー>、こんなにぐるんぐるんすると思わなかったよ。いやね、うん、予定調和でちょっと油断してたら違うことが起こるので、もう油断も隙もありゃしないですよ。本当にすごかったけど、うん、全部がこう、え急だなみたいなのないんだよね、うんうん。ない。納得がいくんですよね。必ず布石があるし、うん、あの、ワニズとかあれだって、はい、3話とかの布石でしょ、うん、そうです。 あれがここに来て2話、ね、<ー>とか3話、うん、のそ<う>あたりでポロッと出てきたようなところをそう きニね僕がじゃあ良かったところを大枠に関わる部分で言うと一枚一枚の絵が本当にかっこよくて僕 v i v は音声なしで見ても結構かっこいいんじゃないかなってずっと思ってるんですよ。もちろんセリフもかっこいいし音楽千住明さんの音楽もめちゃくちゃ素晴らしいんだけどやっぱね絵だけでも相当持つなと思ってて今までもすごい好き なシーンいいっぱいありますよ正直、うん、でアラビアのロレンスみたいに地平線の向こうからねか、はい、にろうとラクダに乗って現れる野崎さんみたいなね。ああいうのがやっぱトップオブトップだったけど、うん、僕の中では、うん、今回ちょっと更新してきたところがありましてあの黒いテントの旗の間からベキピオバトラカが <laughs> こう3人とも後ろにね。まあ ピオだけちょっと腕をブランブランさせてるんだけど、こう、ベキとバトラカは後ろに腕を組みながら歩いてきて、目の前にブワーッとこう、ヤクザチルドレンが、テントチルドレンがブワーッと1000人ぐらいいるっていうのが、あの、黒い旗を横から取ってるところがちょっと良すぎましたあれかったの、旗めく旗がね。旗めく旗の隙間から、日の丸の反対みたいな旗ですよ、言ったら。そうね。白と赤の反対みたいな黒と白の旗で、で,で、 お前たちにこう感謝だみたいなこと言って、あまりにもこうヤクザ、ヤクザの行動すぎるじゃないですか。ボスが頭出したら終わりっていう、落とし前つくっていう、世界観なのかなと思ったら、ね、えええええ数分後にもう脱走してるんですけど、すごいよ。だからここまででベキが言ってることは結構美徳だし、うん、結構綺麗事言ってるんだけど、うん、それ自体にベキの心に相違はないと思うんだけど、うん、直後に、 結局支援に基づく行動を、べきにさせてあげるっていうのの、作り手の、その人間に対する懐の広さみたいなものを、すごく感じましたね。で、一個一個のシーンが別に嘘じゃないんだよね、そのべきの行動としては。うん、あ、これがね、いかつかったなっていうのが、やっぱ、べき中心に見ちゃうね、うね僕はね。そうだね。だから全体で、に関わることだけど、うん、その、やっぱり、 罪をとか、人を殺しちゃダメみたいな話じゃないのよ。じゃない。みんな殺してるからね。みんな殺してるし、みんな、あの、普通に考えたら悪いことしてんのよ。そうね。で、殺してないのは金持ちの既得権益層ですからね。そうね。そう、この世界に出てきてると。で、作手、作手してる側の人は殺すゲームに参加しなくて済んでるだけですからね。そうそうそう。そうそう。だって、あの、野崎さんでさえ、最後は手を汚すまでいかないけど、 あの、人の悪いところを、こう、うん、あの、利用して、交渉したりしてるっていうところもあったし、別ンだけじゃないのよ。うん、そうそうそう。そやっぱ、このドラマの序盤見てると、うん、別ンやべえじゃんか。そうね、4話ぐらいではすごい思ってたね,ね。すごい思ってたけど、うん、最後まで見てみると、うん、やっぱりどこも何かやってる。うん、でもその によって得られたものがあるじゃないですかっていうのを、やっぱ最終回まで全部見せられた時に、じゃあ罪を償うの罪って何とか、そもそも罪って何とか。いや、そうなんですよね。そういうところまでね、最終話で切り込んでくるのがね、めちゃくちゃ良かったし誠実だった。いや、本当そうよね。こんなに誠実なドラマないよ。俺、だって、やりようによって平気で炎上すると思うよ。 そうね、うん、だって殺すのはよくないっていう人の方がやっぱり日本って大多数だと思うのどうしてもあの悪人を美化してるとかねそそうそう,そう悪人を美化しててるって言われてしか殺しを肯定してるみたいなねそう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 いうふうに言われても仕方ないけど、うんうん、でもそういうことじゃない,いな、うん、じゃないじゃないそもそも、うんうん、これは僕結構ずっと言っちゃってるんだけど、うん、そもそも、ね、その近代法治国家っていうのと、うん その近代の国際関係ってまずどうなんみたいな。うん、その途上国が、あの、支援申に手綱に握られてるってこと自体がまずどうなんみたいな、うん、疑問からスタートしてるようなドラマでもあるし。ね、え、法治、法治国家における警察機構ってどうなんだっけみたいなことにも疑問があるし、うん、そもそも資本主義って、なんか誰かを傷つけないで成立するもんなんですかねみたいな。そ,<う>それがそうだって分かってた上で、なんか事業を進めちゃうことってどうなんですかねみたいな。 だから、えー、資本主義と法治主義と民主主義とみたいなのが全部疑問を投げかけてるんですよね。うん、だから、それは当然そうだっていうことですね、うん、僕からすると。ね、うん、だってべきだってさ、べき、うん、にさ、いや言うて殺すのは良くないよって言うのって簡単だけどさ、べき、うん、の作ったものっていうのを見るとさ、うんうんうん そりゃーっていう。あ、そう。で、僕らが見ててさ、リア隊一緒に見てたわけですけど、一番テンション上がったのが、そのチンギスの来歴が分かり、現在のバルカの警察の内訳が分かった瞬間ね。あれそこ一番テンション上がりました。俺泣いてたもん、俺。いや、泣いてましたね。うん。うおーって。二人とも、うおーってなりましたね。だってさ、いや、そうなんだよ。あそこで一番テンション上がった。ね。 で、あれもまたすごい納得感があるんだよね。はい、こう結局、その、もっと、うん、あの、日本とかに比べても、治安の悪い国だったりとか、うん、やっぱな、平均年収とかが低い国とか、ね。そうそうそう、そういうところだと、うん、もっと個人とかもいっぱいあるだろうし、はいはい、そういうところだと、結局、 そこを出てまともな職に就くには警察入るか、軍隊入るかみたいな国がリアルにあるわけでさ、それがバルカだってことじゃないそうですね。その辺もすっごい筋通ってるんだよね。いや、まさにそうだと思うんだよね。うん、そう。だから、チンギスも、その、孤児だったっていうのもあるけど、うんでまあ、チンギスがそうだったのかっていう伏線で、割と、まあ、テンション上がる。うん、というのは、結構その、 なんだろうまあ、お茶の間で見てる、フラットな見方ではあると思うんだけど、うん、それ以上のやっぱ広がりがあって、で、やっぱ結局熱いのは、警察の中で、その、テント出身の子たち、うん、テント出身って言っちゃいけないのか、うん、個人出身の、うん、その、ベキのお世話になった人たちがめっちゃ多い、みたいな。うんうん、下手したら多数派みたいなこと言ってなかったですか、うんうん、言ってないって、ほとんどそうだからって言った。で、やっぱマジで、そのベキがもう、バルカに完全に貢献しちゃってるってことだし、うん、で、それは、 治安維持のために役に立ってるわけですから、<う>あ、そうなんだみたいなね、そういうねじれた設定を持ってくるかっていうのにちょっと舌を巻きましたこれまたね、順番ミスったら最悪の話になってさ、うね、結局個人から警察組織に、あの、子飼いを送り込んで、うん、あの、国を内側から牛耳ろうとするなんて話にもうなりかねなかったけど、ね、これすごい順番が巧みで、うん、むしろ、 テントだったんだって知らなかったみたいな感じで、うん、チンギスとかも。うん、むしろ、チンギス含めたこの警察組織の人たちが、前、自主的に、うん、 べきを守ろうとしたっていう風に見えるから、すごくいいんだよね。そう,ねうん、そうですね。これがまっちゃくちゃバランスいい、うん。だからテントがやっぱ一枚岩の組織じゃないっていうのは、本当に綺麗に細かくリアルに描かれてるなと思ってて、うん、そうそう。まあテントが中心にはあって、まあ意思決定はテントでおそらく行われてるんだけれども、うん、そこのまあグループ会社みたいな感じで、個人があったりとか、その頃の会社があったりとかして、うん、してそれぞれは器用に切り離せるっていう設定になってるのが、 なんか、お、面白いというか、面白いよね、ちゃんとしてるっていうか、ちゃんと、そりゃそうだよなっていう。うん、あと、この人たち本当に、なんか、めっちゃ不器用に、ただいいことがしたいっていう人なだけというか、だってさ、あの、チンギスを利用できる場面いっぱいあったぜ。うん、めっちゃあった。店頭が。めっちゃあった。でも、多分一切してないんでしょう。うん 本当に個人から出たら、もうその人の人生ってなってるんだよ脅したりとか、なんかね、無理やり関わったりとかはね、しないっていうことですよ。だからずるいことは、基本的には悪い人に対してとか、儲けすぎてる人に対してとか、以外はしてないんですよね。うん。それはもう間違いないと思うんだけど。よかった。そういうところもよかったし、やっぱりこうね、別班は別班で、あの、で、こんなこと言ってるけど、かといってさ、いや、 いいことをするんだったら、うん、多少は人死んでもいいじゃんっていう話にもしてないのがいいのよ。全くしてないんだよね。れいいそれは、最終回でさ、それがスルーされちゃってさ、うん、え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 ,えってこうみんなが、え、え、え、それって結局どういう風な話になってるんだっけ ななかったことにしていみたいなことになっちゃうと多分気持ち悪くて嫌だなっていう感想が結構出ると思うんですけどやっぱ逐一出たもんねその話題は。出た。ってどうなってるんですかいちいち言うっていうのがちゃんとしてるなと思うよねでもちゃんとそこに天秤として良いことというかこんなプラスがあるんだでやっぱここに日本っていうののさ国益とかが絡んできてさ俺ねここもめちゃくちゃ誠実だと思ったの。こんんななにねかフィクション作品 警察機構確かにね。あの、悪をくじく正義っていうのはもうただ悪いことしてるのを倒すって話じゃん。大体の話がさ、その悪にも事情がありました。でも倒します。カタルシス。みたいなのが多いんだけど。カードめくるとみたいなね。そうそうめくるとみたいなのなんだけど、そもそも、 あの、公安だろうと別班だろうと、うん、あの、結局国に準ずる組織なのであれば、はい、国にプラスになることしかしないはずだろうっていう、すごく合理的で、うん、あの、まっ当な考え方というか、で、プラスになると判断すれば、うん、あの、時には何かを見逃したり、うん、時には交渉のようなことをしたり、うん、時には本来だったら捕まえる存在を捕まえなかったり、っていうことをする。でもそれがさ、 本質を見失わないってことじゃん。うん。なんかその、その組織が本質を見失ってない感じがめちゃくちゃすごいなと思ったの。のはい,はい,はい、はい、確かにね。なんかついさ、今日もさ、うん、なんかニュースで見ちゃったのがさ、うん、あの、19歳の男の子が、うん えっと、両親を殺して禁錮24年っていう判決が出たみたいな話が見たそれもさほら虐待されてたっていうのだったのにそれはどうなんだって物議かもしてたけど、うんうん、俺こ,これについての是非とかじゃなくて、うん、あの要はさそもそもその法と刑罰っていうのは、うん、その今後そういうことが起こらないようにだったりとかさ、うん、あのそういう役割があるわけじゃん。はい、ただ悪だ悪から裁きますっていうのは、うん それはなんか本来の役割とは違うじゃんって思ったりするんだよ。これはこの事件についてのことじゃないよ。あの、なんかこのヴィヴァンっていう作品はそれをやってると思ったの。うん、悪だから裁きます。うん、悪だから捕まえます。うん、テントは人を殺してるから他にいろんなことやってるけど壊滅させます。うん、っていうのがやりやすいのよ。完全懲悪者としては。でもそうじゃない。うん、そうじゃないんだっていう。確かに。プラスになるんだとしたらこっちから利用するっていう。うんうんうん うまさそうね、うん。これがね、もう本当誠実だと思う。いや、そうね <laughs>。そりゃそうだろうって思うもう俺、うん、俺、うん。だから、なんつうのかな、その別に誰かのために、誰か一人のチームとか、一、うん、人の人、チーム、団体、組織、うん、国とかのために、中心にこう、ある、それのために物語が動いてるっていう部分が全然なくて、うん、この物語の中にじゃ人物を、とりあえずまあ主要人物をじゃあ十何人バンって、 入れましたここで1個ボンって爆発が起こった時に人がどう動くかっていうのをバーってシミュレーションした中で一番あり得そうで面白いシミュレーション結果を ドラマにしたみたいな感じがあってそう、ね、そ誰かが中心じゃなないんだよな全然そそうねねれはある、ね、で僕らは結構9話がこの話の核なんじゃないかっていう話を結構したじゃないですか前回。うんうん、でやっぱテントが中心で、うん、そこから逆算的に面白い組織や主人公を考えたのではないかって、うん、僕らの,あの感想としては思ってるんだけどそれでもやっぱりねそれぞれが誰かのため物語のために奉仕している人物っていうのが本当に本当にいない。 誰がどうであってもいいと思える。うん。っていうのが、すごい楽しいし、みんなの視聴熱を生んでるんだなと思いますね。やっぱこう、キャラクターが本当にしっかりしてるっていうのがあると思う。その、うん、組織もすごいしっかりしてるし、うん、それにいるキャラクターもしっかりしてるっていうか、うん、なんていうのかな。ごめん、ちょっとまた一瞬戻してさ。うん、はいはい、じゃあ戻って。の、俺、あの、また食べ物で例えるけどさ、うんうん、スターバックスってあるじゃん。はい。スターバックスってサードプレイスっていうのを、うんうん、はいはい。あの、手、 表現したわけよ。家、職場に準ずる三つ目の場所、サードプレイスって言ってたんだけど、人気になりすぎちゃって、あの、サードプレイスとして機能しなくなっちゃったわけ。なるほど。ま、パンパンになっちゃって、あの、人気でね。で、あとんなら、フラペチーノが人気になりすぎて、フラペチーノをテイクアウトで頼む人で行列ができるようになって、それはスタバの企業理念と反する。憩いの場じゃないというか、 アミューズメントになっちゃってるからってことですかでしょで、うん、結果、スターバックスはどんどん店舗を増やすという方法を取るしかなくなっちゃったの。なるほど。逃げるように。サードプレイスを作るには、あの、みんなが入れる店舗にするしかないから。なるほど。でも、増やしていくと、うん、今度は、 あの、従業員の質が、どんどん下がっていっちゃう可能性がある。管理できないから。それから、サードプレイスにしたいのに、憩いの場所にしたいのに、客数が多すぎるから、席をどんどん牛詰めにする必要があるの。なるほど。それはリラックスする空間じゃないじゃん。って言って、どん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 スターバックスって、あの、最初の最初だった理念からは、どんどん離れていってるっていうのが、あるのよ。ほう。 で、片やサイゼリアってあるじゃん。<う>サイゼリア。<laughs> 片やテントとかかと思ったら、片やサイゼリア。<laughs> サイゼリアって、コロナ禍で唯一店舗数を増やしたファミレスなの。他のファミレスが潰していく中で、サイゼリアって潰れたところに入っていったの、うんだよ。なるほど。でそれはなんでかっていうと、サイゼリアは、薄利多倍だから、うん、あの、できるだけ客、客、席数、客数が大事なの。うん、あの価格を維持するためには、うん 店舗数を増やすということしか、絶対にありえないわけ。だから増やし続けたんだで、結果うまくいってるんだや要は何が言いたいかって言っ最初の理念から離れていっちゃうっていうのって、俺はおかしいなと思うの。で、俺はいろんなフィクションに出てくる警察組織とかにそれを感じるの。フィクションの警察組織とかって、その悪を打つ善として描かれすぎてて、 いや、普通に、その、なんていうのかな、こう、もっと深く考えたら、うん、ここ見逃しても良くないかとか、思ったりする時があるの。んこの、あの、ヴィヴァンでもそう、ヴィヴァンは、うん、そこをちゃんとやってた、その、はい、例えばさ、公安だってさ、あ,、うん、あの、いや、 別班の人たちの活動を邪魔するのは良くないっていうのをもんじゃやでさ、うん、あの公安の二人で話し,たりしてたじゃない。やっぱこっちとしても目的は一緒だからね、つって、国益を守るっていうのは。うんうん、泳がせてついていこうという、ね。そうそうそう。話をしてましたね。話をしてたし、うん、で、最終はもうそういう話だったと思う。はい、悪を断罪する。あの、べきがさ、途中でさ、うん、なんかこう、自分は罪を償うみたいなことは言ってたけれども、うん、でも、あの、他の、 ことでさ、交渉とかさ、そういうことして、で、最も日本にプラスになるように動く。そうね。っていうことを公安もやってたし、レッパーもやってたじゃない。これがやっぱり誠実だなと思ったっていうのが、ちょっと言いたかったの。なるほど。その、だのサイゼリア、タレ。サイゼリア、タレってことだ。あの、スタマーどっちかでよかったかな。ごめんね。 これ <laughs> もうダメだ。やっぱ興奮しちゃってる。まあ、ほんとそうなん、なんかね、その、ね、はいなかったかな要,要は、俺は、スタバに行った時に、人が行列してるのを見て、何なのこれって思うタイプも,もうね、うん、元のコンセプトなくなってないで知らなくないっていう。それに並ぶ人たちも、休むために並ぶって何って思ったりする。俺は、 フィクションに出てくる警察って、とんけよりこれをやってるんじゃないって思うのはい。なんかあ。わかるようなわからんような,な。ごめんなこの最終話でこんなこと言っちゃって。<laughs> いや、どうなんだろう。なんかその、警察が、なんていうのかな、その、いいことをしようとしてるっていうのは、 やっぱ基本、警察っていうのをじゃあなんで出すのかっていう話になってきちゃうから。そうそう,そうそうそう。設定としては別にいいと思うんですよ。もちろんもちろんいいのよ。そういう作品はあっていいんだけど。うん、なんだけど、うん、やっぱ一人一人が描かれてないってことだと思うんですよね。それもあるかもね、うん。警察っていうのはこうだっていうので、うん、例えばじゃあ踊る大捜査戦で、青島だけが警察機構と反駁してるみたいな。あと、そうね。の本当にそうなんかなみたいな。うんあ あとあれだね。悪を倒すことが世界を良くするっていうのじゃないっていうことをビバンは示してくれたと思う。だってさ、よく考えるとさ、悪倒されてるように見えて、何と戦ってたのって感じしないそうね。これ。でもリアルはそうだもんね。そうそうそう。だから、やっぱ話し合いと交渉と裏工作によって、みんながウィンウィンになる。でも 中にいる不穏分子とかを弾くっていうことをにすごい誠実だったのが、うん。うん やっぱ俺すごい素晴らしかったなって思ったの。そうですね。うん、で、まあそういうものっていうと、そういう方向でエンタメを作るっていうのは別に、あの、全くなくはないと思うんですよ。うんうん、で例えばもう、あの、さっきの生配信とかでも話してた仁義、うん、なき戦いとかでね。そういうことだと思うんですよ。うん、それぞれの組織にそれぞれの個人がいて、うん、で、それぞれの自分の利益と組織の利益の合計点を取るために組織を転々とする人たちっていうのが、まあ基本原理だと思うんだけど、まあそれって、やっぱ裏切りが面白いっていうのが、まあその、 根幹にある世界だから、そのままヤクザの世界のルールを使って、こう、醜い争いを見るのが面白いっていう、そのまま、<ー>その現実をそのまま物語にすることによって面白くできてるっていう、もともと実力者ですからね、あれは。そうね。なんだけど、このヴィヴァンという世界においては、少なくとも裏切りそのものを面白いとは描いていないっていうところが、僕はいいというか、はい,はいはいはい。 汚いものを汚く描こうとしてるから面白いわけじゃないんですよね。そうだね。というところがすげえ面白いんですけど、ちょっとだくなっちゃいそうなので次に行きましょうか。じゃあ次に行きましょうか。はい。というわけで、スタバとサイゼはどっちかで、よかったら僕の話は収まってたかもしれないな、と思いますけど。<laughs> い,いやでもね、そういう、なんかまだ言葉になってない感想を言わせてこようとするドラマみたいな部分もね、マジであるとは思うんですよ。うん、なんか、シンプルな家族愛の話ですってこう宣伝はしてるけど、うんうん そんなわけねえじゃんって俺思うんでそんなわけねえそんなわけねえのよ <laughs> その辺りをちょっと2本目で話していきましょうはい、はい、というわけで1本目最終回1本目は以上となります「はいえー、無限前ヤコ第1回から「v i v の第1回から語ってまして、えー、そっちから遡って聞いていただいても多分面白いと思います、はい、謎解きとか先読みの考察は一切せずに1回1回の場面の話をしておりますので、えー、ぜひ遡って聞いてみてください、はい、チャンネル登録まだの方はよろしくお願いします,おす以上岡村剛きでした中野湊でしたありがとうございました しますきです,高野です無限まやかしとは映画やドラマや漫画や小説などのフィクションすなわちまやかしを無限に貪り続けている私たち2人がそれらの感想や考察を述べていくラジオでございます。すえー、というわけで「美版最終回終わって直後に撮っております 2>, <laughs> 2本目でございますけれども。前回のね 続きです裏切り裏切りみたいなどんでん返しどんでん返しみたいなことがまあ面白いのポイントになっているようでいて、うん、僕はそうじゃないんじゃないかと思うという話なんですけど、うんうん、例えば結局じゃあその乃木雄介と F って何だったんだみたいな話って何だったんだが、はい、謎なんじゃないかって思ってる人も最終回まで結構いたと思うんですけど、ねね、ただやっぱりねそこを説明したり明かしたりするっていうことの留飲を下げることっていうのを別に良しとしてない ないというか、うん、そんなにこう上位の目標に置いて作ってないっていうことが。うん、まあ、初期から実は分かってたんじゃないかなっていう。風に。まあ僕は思っていて、うん、どっちでもいいというか、そうなんかそれってどっちでもいいよね。みたいなことって現実の世界で生きてたらまあほとんどだと思うんですよ。わ、うん、か,かる。なんで俺が今黒い服を着てるんですか？とか、うん、なんで今ここに。 人が二人いるんですかとか <laughs>、うん。なんか別に、他の、え、スタッフさんがいない理由は何ですか無限もやかしは、うんあい。いないからですっていう以外の理由ってないじゃないですか。な<い>みたいな、なんかそうでいいはずのことはそうでいいようにしてるっていうのが多分すごいあって。わかるなぁ。で、F とノ木のことに関しては、うん、やっぱり僕はかなり早い段階で、これは二重人格ではなくてバディなんだっていうことでもう完全に僕の中では説明がついていたんですよ。 それは、第何回かで忘れちゃいましたけど、うん、その一人で住んでるふりしてるんだけど、二人暮らししてる人みたいなことっていう説明を僕はしたと思うんですよ。本当は、同棲しちゃいけない部屋で、友達と二人暮らししてる人。うん、で、大家さんになんか、本当は誰かと住んじゃうんじゃないのみたいな風に怒られるけど、いや、一人ですけど。 みたいな、いうことをやってるコメディみたいな風に解釈してて、それって今までのジャンルで一人の人格の中に同居させるっていうことは、今までなかっただけで、うん、僕らが見慣れてないんだけど、別になしではないからさ。っていうようなことが、わりかし随所で行われているなと思っていて、で、それがその善悪、善なのか、悪なのか、 この団体は善なのか悪なのかみたいな。これ最後まで明かされた上で、善なのか悪なのかってやっぱ答え出ないと思うんですよ。もう。テントに関しても。違う違う。別班に関しても。で、それって、その僕らのこう物語への想像力がいかに貧弱だったかっていうことを、なんか逆に暴いているような怖さっていうのがおそらくすごく物語の志としてはきっとあって、なんかそれってどうなんみたいな。今までの物語はこう決まってるけど、それって、 本当にそうなんみたいな、そういう指標的な部分っていうのが、ものすごくこのドラマの深さであり、うんうん、みんなが感想を口々に言いたくなるっていう部分の仕掛けなのではないかなというふうに僕は思うんですよね。そうね。うん、しかもこういうのね、うん、あんまエンタメにならないんだよ。うん、うん、そう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 ,そう,そう。それをエンタメにしてんのがすごいよね。やっぱりどうしたってね、善悪はっきり決めて、 なんかを倒すって話にした方が、ね、<う>盛り上がりやすいし見やすいんだけど<う>こんだけ何かこっちを揺さぶってくるし、うん、で片方に寄りきれない作品なのにこうわ分かりいい意味で分かりやすい明快で面白いっていうのは。うんうんうん すごいことやってるなって思し、いや、それわかるな、その、あの、二重人格といての、あの、説明とかっていう俺、うまく説明できてる気はしないんだけど、ちょっとね、これはね、作り手目線なんですけど、なんかね、脚本家目線で、結構、俺もね、あの、ネットの、自分の作ってる作品とかで、ネットの反応とかを見てると、こういうのやってくださいとか、こういうの見たいですみたいなのを、目につくところ気があるんだけど、俺が、あの、結構ね、見てる人が求めるのって、 割とね、設定開示なの。ああ、これ実はどうなってるんですかみたいな。そう。あの、あ<ー>こういう話が見たいですっていうことを言ってくれてるんだけど、うん、作り手としては、それはただの設定だから、やったとしても、 話が全く進まないから、あんまりやる意味ないんだよなっていう気持ちになる時が多いの。でさ、そのさ、二重人格のこともそうじゃないだってなぜ二重人格になったのかとか、どういう分裂があったのかとか、そういうことって設定じゃんとかや。で、過去の設定であって、それをやってる間って多分話進まないと思うんだよね。そうだね。 知りたくなる人の心理は、なんかわかるのよ。うん、はい。こう、その人をもっと知りたいとか。わ、うん、かるわかるわかる。ね。でもそれって掘り下げでさ、はい、うん。で、ちょっと手前味噌の話になっちゃうんだけど、はい、あの、あなたの番ですっていうのドラマ、ね、うん。ね、僕関わってたけど、それのスピンオフドラマの扉の向こうっていうのを僕書いてたわけだけど、うんはい、扉の向こうでやってたのはまさに設定開示だった。あ、はい、そうね。でも僕は、うん、まあ本当にあなたの番ですもう楽しませていただいたけども、うんうん 扉の向こうが本編の何倍か面白いみたいない。そういうこと言ってもらえたい <laughs> ありがたいけど。そういうことを言ったところから知り合いましたから、うん、ね、うん。そうそうそう,そう。はね、嬉しかったね。根本はね。でも、それは、うん、あの、やっぱり分けざるを得ない事情がやっぱどうしてもある。このスピンオフでやるのは悪魔の設定であって、うんうん、これを本編に組み込んでしまうと、 完全にね、尺が足りないのよ。うん,うんうん。その、時間も止まっちゃうし、うん。物語の中でのスピード感としては必要ないっていう部分もあって、切ってるけど、見てる人は気になるっていう。そうそうそう。綱引きですよね。で、それを、うん、こう、あの、あなたの番ですで、ね、荒技で、うん、その,の、本編は本編で進めながら、はい、同時並行で一話完結の設定解除をしていくっていう。あれすごかったわ。<laughs> あの、口本はね、でも、二度とできないね、あれは。あれはすごかった。うん、あれはやっぱそれぞれが、まあ、グランドホテル形式なんだ けど、それがマンションだっていうのが <laughs> う、ね、やっぱ聞いてましたよね。聞いてたけど。それぞれの部屋の中でできることっていうのは限られてる中で、うん、でもドア開けないとわかんないっていうのが、やっぱ設定の妙としては、あれが一番やりやすい設定でしたよね。そうね世界。世界の中で。うん、よかった。だから、リバンでもは、うん、そこら辺のそのドラスティックな切り方っていうのがものすごくクレバー。うん。めちゃくちゃクレバーに、なんていうのかな、これね、 悪い方、すごく最大限に悪い方すると、<う>設定開始ってね、うん、作り手としては、言い訳なのよ。うん、視聴者に対する言い訳、うん。だってこうだったんだもんっていう。そうそうそう。うん、いや、こういうことだから納得してくださいねっていう言い訳で、そのね、変のね、あの、 言い訳、作り手の言い訳っていうのを、俺はビバンはね、徹底的に排除してると思った。っていう感覚かななんかその、ちょっと大島さんの言ってたことと、アンサーではないけれども、俺の感覚はちょっと近いと思う、うん。あ、わかるわかる。で、それがね、そう、あ、多分ね、僕の言ってることに近づいたのは、うんうん、あの、言い訳の中で面白くない言い訳は、あの、面白くないっていう理由で採用してないてだと思う、ね。その通りだと思う。で、言い訳だとしても、あ、これ言い訳ではあるけど、うんうん 単純に面白いよね、みたいな。やつは出すっていう。だから、その取捨選択、単純に面白いランキングで出してるだけなんですよね。あのさ、ペッパーの試験とかさ、あれとかさ、いらないわけじゃん。でもいらないけど。言い訳ですらないもんね。そう、言い訳でディテールだもんね。そう、ディテールだけど、超面白いじゃん。そうそう。そうで、あれが、で、やっぱ、リアリティはあるし、単純にストーリーとして面白いし、ぶっちゃけ、本当でも嘘でも誇張でもいいしね。あれが乃木の誇張でもいいしね。わかるな別に。そう。そうなんだよね。だから、この世界の中に、 あるそれぞれの人の過去現在未来の中で、うん、面白いもの順にこれを出しますを決めて、うん、その後に出す順番を決めてるみたいな感じだから面白い走馬灯みたいな。<laughs> <laughs> 分かる だからさ、あの、多分あらゆる部分検討されてるよね。こっちがさ、なんであれやってくれなかったんですかって言ったら、いや、それもう、あの、これ企画書なんかで書いてあるよとか言って、<か>出されてるもう仕方ない。書工、うん、では書いたよ、みたいな。そうね。なんで B はないんですか、うん、あ、いや、A と C を出して、A と C が面白いから、うん、B の部分はなくても成立するからです。以上です。みたいな、うん、そういうことで多分全部論破されるよね。全部論破されると思う。<laughs> <laughs> そういう凄みがあるよね。そうね。うん、欠落してる部分も、 いや、わかんないよ。その、長野専務うんぬんみたいな話っていうのは、あえて意図的に先々にこう残してる部分のような気はするし、うん、そういう打算はもちろん当然大人が関わってるビジネスだから当然あると思いますけど、うんけどね、でも、なかったことによってブチ切れるのは野暮だっていう感想は多くの人は持つと思う。うん、レベルには、あの、見てる人の 感情もカルティベートされてるっていう。分かるね。なんか、やぼな、そう、なんか、やぼな感想を拒絶する威圧感みたいなのはすげえちゃんと。<laughs> 俺、それすげえエンタメに大事だと思うんだよな。やぼな感想を拒絶する威圧感ね。<laughs> 風格というか。風格、わかるわかる。そう。やっぱ全部が全部、その、説明がなきゃいけないってことじゃないと思うし、そういう世界ってやっぱ僕面白くないと思うから。わかるな。だから、あの、いい、超いい意味で安心して見れたとか、うん。説明してくれる部分 ししてくれればいい多分あえて言わないところは、うん、あえて言ってないんだなっていう、うん、こっちの想像に任せてくれてたりとか、うん、してくれてるんだろうし。うんうん 多分やらないんだとしたら、それやったとてあんま面白くないからやってないだけだな、うん、みたいな。そうですね。うん、くらいな気がするだな。そうね。だから、うん、まあ、とりあえず、ファーストシーズンの最終回、今回がそうなんだとするならば、やっぱジャミーン、ジャミーンのところとかってやっぱ結構ね、ペンディングにされてますよね。ジャミーンのところジャミーン、ジャミーンがなぜ奇跡の子で、ああ<ー>。ね。なぜ、また一人にさせてしまったな、みたいな。 まあ説明はつこうと思えばつけられなるほどね。それってやっぱ考察だみたいな界隈においては結構太い謎として残ってて。あそうなんそれやっぱカオルさんはじゃあテントとどういう関係があるんだみたいなことになってはいたんだけど、それもやっぱりテントの個人で育てられたアディエルがテントには参加しなくて、そこと真ん中良かった。 カオル。結婚は結局してたのかしてなかったのかわかんないけれども、うん、まあしてなかったに今なってるけどね。うん、でもそのカオルが、ジャミーンと仲良しで、で、日本に連れてきてる。以上に説明はいらないっちゃいらないですもんね。いらないし、うんうん、まあそれも本当ディテールなんだと思う。はいはいはい。その奇跡の子って言われてるのも、うん、なんかその、だからみんな覚えてるみたいな。あの、言うてたって、いっぱい子供いたら、 特定の一人だけ覚えてるって、そんなことあるみたいなのへのエクスキューズのためだけかもしれないし、うん。特に重い病気だったから覚えてるっていう、ね。そうそう,そう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 。ことかもしれないし。ことかもしれないし。その中で、それに付随して、日本に連れちゃったらしいアディエルの、まあ、恋人みたいななんかよくわかんない女の人のことは覚えてなくてもしょうがないしね、みたいな、ね。そうそう,そうそうそう。ぐらいのことのような気がするよね。そうそう,そ,うそうそう。だからやっぱり、ね、<laughs> 世界なのよ、って、ね。そうなんだったよねな。なんかさ、 特に覚えてる子とかっているじゃん。我々も生きててさ。なんか、あの子、あの、実はめっちゃなんかあの、数学4歳だけどめっちゃ解けるらしい。みたいな。奇跡の子じゃん。みたいなのとかさ。あるじゃん、そういうの。なんかそういう一部だと思う。そうかもね。そんくらいな気がしてる。木村みどり子さんが言ってたのはわかんねえけどな。まあでもそこら辺もまだ残ってんだよな。まあ残ってるけど、でもさ、やっぱさ、その世界って、 だからさ。だから納得いってないってことはないですよ、見てそうそう、そういうことだよね。その世界についてさ、すべてに答えが出るわけじゃないし。じゃないじゃない、全然それはいいと思う。そこが良かったんだよな。だから、でもそれって、これも作り手目線だけど、ちょっと古い教本とか読むと、意味のないことやっちゃダメですって言ったりするああ、ちょっと怖いね、それはね。そういうこと書かれたりするの。だから、なんかちょっとしたディテールとかはいらないよとか、いうのはよく書かれたりするし、それは、 見る人を混乱させるからっていうのはあるけれども、<ー>いや、そうじゃないんじゃないと俺は思うし、それをビバ v はやってたと思う。はい、ご飯とかがそうじゃん、まさに。そうね。赤飯である必要があるのかって言ったら、あれだけど、うんうん、でもやっぱり赤飯だから。<も> <laughs> 独特なご飯だもんね。そう、独特なご飯。白飯とは違う、ちょっと。 ちょっと気になるご飯だもんね、二人、うん、にとってもね。そ,うそ,うそうで、それがやっぱ個性につながってさ、うん、あれがやっぱ赤飯じゃなかったらビバンじゃないし、赤飯が出てこなかったら、本当に10杯一唐揚げのドラマ、うん だったかもしれない,けだい、ね、ちょっとね場面場面の話もさすがにしたいからあしたいですねやっぱね残るが良かったんだよな残る超名だった残るすげえ好きだな俺ね残るねまたね、うん、俺ね9話まではやっぱりさ、うん、ちょっと疑ったりもしてたから、はい、やっぱ揺らぎの上で見てたから、はい、こう全然こうあの隙を見せられなかったの俺もその残ると、はいはい、はさ お前めっちゃええやつやんっていう。そうなんだよ。なん <laughs>、ね、なら一番テントのこと考えてるからね。ええ<ー>。一番わけわかるしね。わけわかる。 あのさ、序盤にさ、あまりにその日本役ザすぎる話をさ、みんながしてるときに、ドン引きしてたよね、一人だけ現代一個だからさ、粛清するんですかみたいな。役所さん、酒井さんとかバトラカあたりがさ、なんかもう、広島弁で喋ってるみたいなさ、あれや、あれや、あれや、って、ぶち殺しちゃうけって。この人たち何 はぁ、あ、みたいな。お<ー>あそこはやっぱ残るに一番共感しちゃった僕はね。<laughs> 現代っ子だから。そうね、現代そうだし。らやっぱそこも不思議でさ、最初は野木にもちろん感情移入してたけど、うん、途中で当然野崎さんに感情移入するようになって、で、いつの間にかべきに感情移入してて、うん、終盤やっぱ残るの気持ちが結構一番分かったね、俺。若い <laughs> 人たち結構いいやばみたいな。<laughs> お金たちモンスター化してったじゃん、<それ S 1> どんどん。ねね、野望がすごいからさ。ね、残るはさ、ただただ、身近な人のこと考えてるだけじゃん。はいはい,はいはいはい。だから、実はだから、王の子供なんだけど、王子なんだけど、小市民なんだよね、マインドはね。そう、ね。結構ね。 なんか、大それた野望みたいなの持ってないじゃん、残るって、うん。やっぱり、お父さんのためになりたいが一番だから。うん、そ,うそ,うそ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 う。うん、で、それは育ててもらったっていう恩義を感じてるっていう意味で言うと、めっちゃいい子だしね、単純にね。めっちゃいい子だし、あの、うん、ね、自分が騙されてたって分かった時にさ、うん、こうあの、深々と頭を下げるじゃない、うん、お父さんに。いやあれ、あれでさ、かわいそうだよね、あれもね。キューっと来たんだよなちょっとその、愛情をかけられすぎたがゆえに、 やっぱ、やっぱなんていうのかな、その、お父さんは、その善悪プラス妻の復讐っていう気持ちを、すごいこう、日本柱で心に強く持ってるじゃないですか、べきは。で、その、まあ、人々に富を再配分したいみたいな、再分配したいみたいな気持ちがあるし、妻の、 あの、恨みを晴らすために橋染伊佐さんに復讐したいの二軸で生きてる人だけど、うんうん、残るの中にそういう思想面での軸は多分あんまないんだよね。お父さんのため、お父さんに褒められたいが、やっぱ強く出過ぎちゃって、でそれはお父さんに溺愛されてるからだと思うんだけど、うん、結果ね、なんかまだ器ちっちゃいんだよね。そうね。そう。っていうところに自分も気づいちゃってる。 うん、自覚めっちゃあるよね。自分の器の微妙さについての。だから、ずっと苦悩してるし、やっぱ良かったのが、あの、寂しいことだよ。憎しみは喜びで消えるほど簡単なことではなかった。みたいな、うんいうところもさ、 なんか、のんきじゃん、その表現が。<laughs> その、アーティスティックじゃん。だから、やっぱね、そっちの人なんだよね、多分。政治とか経済の人じゃないんだよね、多分。ずっと絵描いたり、<laughs> C 書いたりしてたいタイプの、 王子なんだよね、みたいな背景は僕は妄想しちゃった。でも、青白い感じも含めてね。そうね。でも、こう、大きなものを背負うわけじゃない。そう、運命だからね。なんかさ、でも最後一人になった時のさ、兄さんって呼んだ時の顔とかさ、ちょっとこう、付き物が取れた感じがそう、人から向けた感じはしてて、今までやっぱずっと眉間にしわ寄ってて、そう ずーっと目ちょっと細かったじゃん。うん。ちょっとね、パキッとしたんだよね、最後ね。したした。あれもわざとだよね、多分ね。わざとだと思うな。うん、なんかそれをさ、 こちら知らないで見てると、最初に出た時の残るって、スマホずっといじりながらさ、横で拷問してるっていう。名前まだ出てなかったからね、あのね。白い服の男って、ね。音声とかでもずっと言われてそっかそっか、その時そうそうそう。で、あの時はさ、なんかこう、ちょっと冷酷に見えてさ。確かにね。非道な王子みたいな感じだったよね。で、その後さ、あの、野木さんが絡んできた後は、この、自分を、 超える存在が出てきちゃったっていう、うん。嫉妬心と焦りっていう感じのキャラクターでしたね。そうそうそうみたいに見えてたんだけど、うん、なんか全部を統括してみると、やっぱり今大島さんが言ったみたいに、常に苦悩し続けてた人。そうね。パパ中心主義なんだけど、うん、パパ中心主義である自分の器の小ささには気づいちゃってる苦悩っていうのは、うん、やっぱね、二代目社長のマインドとしてはすげえリアルできつかったな。そうね。そういうやついません友達にも。<laughs> いるよね。いるんだよな <laughs> で、なんか、 個人商店だからさ、うん、もう今時ちょっとさ、儲かんなくなってきちゃっててさ、うん、その畳むか、就職するか、後継ぐか悩んでるけど、うん、知らねえよみたいな。<laughs> こっちは知らねえよみたいな。<laughs> 今、一応それなりの会社に就職してるんだけど、俺継がなきゃいけないんだよね、みたいな雰囲気ずっと出してるやつい、うん、<laughs> お医者さんの子供とか、会業員の子供とかさ、<laughs> いるいる。に僕はすごい重ね合わせた。<ー>友達に結構いる。<laughs> <laughs> いるいる。そうなんですよ。<ー>いいんですよ。コンプレックスの人だよ。王の子供ってそうなんですよ。っていう残るのリアリティも良かったし、まあ分かったチームの話でそのまま繋げちゃうと、<ー>あでもどうする次、クロスの話ちょっとさらっとして。クロスの話しようよ。クロスはやっぱさ、うん、あんな、その別班なんかに入らなければ、イケイケの人生を歩めた人じゃないですか、多分。<laughs> <laughs> なんて答えをんだよ。いや、でも、かわいそうじゃない <laughs> クロスの人生も相当かわいそうだと思ったよ、今回。あ、うん、そだと思う。で、まず、技術者なわけでしょそうね。理系なんでしょ多分。え、でも、理系から入ったかはわかんないよ。か,か別班から入って、あの、理系の技術者になったは、全然ある。別班のチート設定なんだよな。<laughs> 別板何でもできるから。うん、世界有数の、その、え、開発系の、うん、あの、事業者あの、技術者って言ってましたよね。そう,そう,そう,そうで、 それだけで食っていけるじゃん。だって、まず。なのに、そのインサイダー取引とかいろいろやった結果、うん、ね、閉じ込められて、まぶたひんむかれて、うん、<laughs> で、あれ黒さんですよねとか言って、仕事相手に会っちゃったりして、<laughs> どういう気持ちが恥ずかしいでしょうあれだって。しかも顔ボロボロだそうそうそう。<laughs> 何してるんですかみたいな。<laughs> その顔は転んだんですか <laughs> <laughs> そう。言うしかない。あの、ちょっと先輩芸人が、 あの、結ュ配りのバイトしてるところに僕会っちゃったことあるんですけど、うん、その、そ, <laughs> たたそう、で、その人、まあちょっと、ちょっと吉本で押されてるというか、ああちょっと売れてるか売れてないかわかんないぐらいの、テレビにはちょっと出てるぐらいの時期だったんですよ。うん、今はご飯食べれてると思うんですけど、そ,その時に最初に言われたのが、うん、あ、言わないでねって言われたんですよ。なんで <laughs> それちょっと思い出した <laughs> 何の話だよって思うけど、なんか来るもんがある。いや、そうなのそういうのあ,、うん、あるよ、多分。でもやっぱクロス<も>、ね、クロスで言うと、やっぱそんなことはどうでもいい。あの、野木<う>とのつながりですよ。そう。やっぱり作戦について、うん。あの、以前もね、指令に先に報告した方がいいと思ってとか言われて、そう。教えてもらってなかったっていうのがまず一個ある上での、今回も教えてもらってなかったっていうことにショックを受けて、全身脱力して、しなだれかかるように乃木に 抱きしめられるっていう。う<お>あれはね、あんな、あ,いいあんな愛を知らないさ、うん、抱きしめられる側一辺倒のさ、野木さんじゃないですか、これまで、ゆずきさんとの関係性においても。そうだわ。でしょだから、それを、それの逆ですよ。それのさらに子供側になったんですよ、クロスは。だから、野、うん、木は覚えたんだよね。そう。人を抱きしめるということを覚えたんですよ。そうん。そう。そう だから、多分、クロスも、超びっくりしてると思う。そう。この人に抱きしめるっていうコマンドあったんだっていう、びっくりもあるし、そのね、まあちょっと遡っちゃうけど、ジャミーンのところで、えー、ヨズキさんをまず抱きしめましたよね。で、その時って、こう、目がキョロキョロしてて、なんかお母さんに抱きついてる子供みたいだったみたいな感想って結構世の中で見たんですよ。その時は抱きしめ方をあんまり知らなかったと。で、その後に桜の木の下で、待ちまーすって言って、カオルさんが抱き 抱きしめてくれたなるほどね。で、その後にキスしたりとか、とま、いろいろあって、こう、人間の愛情みたいなものをちょっと学んだ結果、人を包容するというコマンドが出来上がった上でのクロスに対する裏切りの食材の抱擁っていうところで、うん、全部繋がってる。全部繋がってるよね。ね まあ、あそこでやっぱクロスとノギの物語も一個完結してんだよ、うん、いいのよ、そう。一回ピリオドでいいのよ、もう、これで。い,いのよもう,う、ね、よかったわだからクロス相当可哀想だなと思ってたし、可哀想であるからこそみんな、本当は裏切ってるんじゃないのかみたいなね。救いとして、やっぱ考察しちゃってた部分あると思うけど、あの法要一発でも全部落ちたね、一旦ね。落ちた。 素晴らしかったと思います。うん。二人とも痩せこけてね、なんかね、妙に切なかったな、<ー>あのシーンはうう。あれ芝居もすごいだったかも。そう。だから、独身術のところは本気だったっていうことですよね。で、途中からのブチギレも本気だったっていうことですもん、ね。ブチギレも本気だったんですよ。うめぇ。う,めぇ<ー>うまいなぁ。 いやそうねちょっとというわけでとりあえず2本目そんな感じでいきましょうか、はいうね、まだねディテールあの個々のシーンについてちょっと喋りたいことまだあるんで引き続きよろしくお願いします、はい、よお願いします、えー、無限満かしではビッパンのあのビッバンビッパン,ッパンまだ信じてないんだけどな俺 <laughs> なんでパンじゃなくてビパンかパンじゃなくてビパンか, <laughs> ンンか <laughs> 納得してんのかな野崎さんね、えー、というところでえー、ビバンに関しての感想第一話からずっと喋っておりますので、はい、よかったら遡って聞いてみてくださいというわけで えー、引き続きよろしくお願いします。大島隼人でした。高野みなとでした。ありがとうございました。 高島翔樹です。高野みなとです。木山真也と映画、ドラマや漫画、小説などのフィクション、すなわち真也、小木さんに貪り続けている私たち二人がそれらの感想や考察を述べているラジオでございます。すえー、ビバンの最終回の三本目でございますけれども、<い>えー、個人的にねちょっとね脚本家先生に質問したいことが一個ありまして、私を先生だなんて呼んでくれるなんていやいや、いつも脚本家目線でとかに喋ってるじゃないですか。<laughs> 先生ではない。死 <laughs> がない死がない脚本家。いや,いや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 、もう第一線の売れっ子でございますから。 う今回ね最終回のこう時系列構成みたいなのがちょっと複雑だったような気がしていて野崎さんが考案としてこうバーンと登場して「うん、おお!」みたいな、うん、あの会議室が盛り上がった後に、うん、そこに至るまでの数日間みたいな見せ方をしてたと思うんですけど、うん、あれって何て言うのかなその テンション上がるのはわかるんですけど、うん、あの、悩んでるところでもうすでにその後に野崎さんに頼むことは分かっちゃってるますよね、うん。はいはいはい、はい。っていうのって、ストーリーテリング的にはどういう意味があるのかなっていうのはちょっと思ったんですけど。あえ何、悩んじゃってるっていうのはえっと、その、野崎さんを呼ぶっていう、どうしようか、どうやって打開しようかみたいな話をテント内で、 相談してる時に最終的にその乃木の妙案で公安野崎に頼むっていう策に出ますよねそれってでもその前の場面で分かってますよね分かってるよっていうその前の場面で分かってるっていうことはここでの問題解決の答えはもう視聴者は分かってますよねっていうのってどういう効果があるのかなって思ってああ俺はね やっぱりこのドラマが、我々ずっと言ってきたけど、はい、いかに家庭を大事にしてるかっていう話だと思うのよ。例えばのぎ、野崎に頼むってことは分かってるけど、うん、それはあくまで結果であって、はい、そこに至るところの、うん、やっぱりあそこ、うん、えっと、べきに、うん 出頭してくれっていう、公安に引き渡しますっていう、うん、あのシーンをやりたかったんだと思う。なるほど。え、それが先に出てきてるよりも、うん、野崎が出てくるっていう気持ちよさを先に処理しちゃった方がいいってことですか、うん、だってそうじゃないとさ、うん、なんていうのかな、あの、映画とかでもさ、うん、こう、結末が最初に分かってる映画とかってあるじゃないある。あの、捕まってるシーンから始まるやつとかね。そう,そうそう。あと、うん、あの死んだ。 っていうところからさ、始まったりするシーンあるでしょ新聞記事から始まるとかね。そうそうそうでしょ市民権とかね。うん。はいはい。ああいうのってさ、確かに。あの、どういう、あれは、この先どうなるかわからないって思って、ハラハラして見てた結果さ、我々ビバンの9話まで、あの、結構さ、揺さぶられてたわけじゃはいはいはい。でもある意味、野崎さんが来てるってことは、絶対に、 残ると、あべきは、出頭するってことが分かった状態で見るわけよ。そうよね。そうすると、うん、それが感動につながるというか。そうか。そう。だから、あれは、事実を見せたかったり、うん、ドキドキさせる展開よりも、うん、ドラマを強固にするために、うん、ああしたんだと思う。なるほど。じゃあ、ある意味、突飛なやり方じゃなくて、うん、脚本の、まあ、割と名作寄りの脚本だと思うんですけど、うん、エンタメっていうよりかは、 ちゃんとドラマを見せたい場合には、成功法っちゃ成功法の手段っていうこと。えっと、でも、あの、うん、これはね、素人はやるなって言われるよ。ああ、なるほど、なるほど、うん。あの、やたらと、だってこれ、階層を多用してるってことだから。そうだよね。<laughs> うん。そうだよね。で、しかも、 なんだろう一般の薄く見てる人からすると、うん、もしかしたら効果が分かりにくいというか、こ<う>っち分かってんだから早くしろよって思う人もいるかもしれないようなギャンブル性もあると思うんですよ、ね。あと、そのシーン見逃したら何やってるかよく分かんないから、ね。そう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 ,そう,そう。っていうのがあるから、やめた方がいいよって言われるところなんだけど。上手、うん、い人はやっていいんだっていう。これはね、ヴィヴァンというドラマの性質にも関わってると思ってて、ヴィヴァンってやっぱり裏切りがあったり、うん、結構どんでん返しがある作品だからこそ、うんうんうん ちゃんと感動させたいと思った時に、うん、この先にどんでん返しはありませんっていうのを言っておく必要があるのよ。ほう。それが野崎さんが入ってくるというシーンなわけ。あ、でもやっぱそうだよね。うん、それって全10話の中であんまなかったと思うんですよ。そう。先にこれ落ち見せるんだみたいな展開ってあんまなかったと思うんですけど、十、うん、10話はやっぱ整えるためというか、ちゃんと そのテント側の葛藤とかドラマを見てほしいっていう。ことから、やっぱ野崎が先に出てくるを見せてあげたっていうのが、結構最終回の特徴だなって僕思ったんですけど、うん、それは合ってますか、うん、いや、俺はそうだと思う。うだ,だから、これは俺も、ね。面白いな。ちょっとね、ちょっと自己反省じゃないけど、<う>あの、いい新反入グラグっていうドラマを僕書いてましたけど。<laughs> すいません、毎回その話をさせちゃって。あれの時に、<う>やっぱりずっと悩ましかったのは、 ちゃんとこの人たちのドラマは終わったんだよっていう、うん、この人たちの絆が生まれたんだよっていう風に作っても、うん、いや、まだなんかある。ま,あね、まだ裏があるって言われちゃったのよ。なるほど。でもさ、それはもうね、ドラマの持つ性質上しょうがないのよ。どんでん返しもなし。まだジャンルがもうそういうために見るものだから、ね。クリフハンがものだからっていうのはあるんだけど、うん、でも、やっぱり俺としては、うん ここだけは信用していいっていうつもりで、うん、作ってるつもりだったし、うんうん、それが伝わる人もいたのよ。はい、あいい、いいシーンだなとか、あ、この二人はあの結ばれたんだねみたいなとか、あの、お父さんと子供の絆が生まれたねっていうふうに見てくれる人もいれば、うんうん、あの、いや、ここでまたもう一ひ,ひねりあるんだろうみたいに、あの、思われてる人もいて、これはね、もうほん 本当に難しい <laughs>。なるほど。あ、そっか。だから、それで言うと、うん、今回は、べきがもう一ひ,ひねり先にあったわけだから、うん、そこから考えると、うん、ひねりひねりになりすぎちゃうから、<う>野崎登場のひねりは先に出しといて、<う>っていう緩め方のような気もするよね。バランス感覚というか全体的に。そうそうそう。で、野崎が出てるから、うん、絶対に、べきは出頭するっていう、うん、うん 選択を取るって分かってるから、うん、もう一回言うことになるけど、うん、あそこやっぱ三人が泣いてるシーンは感動するんだよね。そうね、泣くなって言いながらね。うん、だってその、もうあそこの、確かにえっと、の木の涙も、確かに確かにそうだね。残るの涙も、あ,<ー>あそこで、俺はシンプルに感動したわけ。確かに、ねあ。あのシーンを見てた時にさ、うん、疑ったいや、確かに出頭してることは確定してるから、そう。 疑いがあるとあの涙を感動できないね。そういうことなんだよ。そう、ね、完全に納得しました。確かに。またなんか騙すつもりだろみたいなふうに<ー>思わないようにっていう効果はある。ああ、なるほどね。でもそれはね、うん、あそこのドラマに相当自信がないとできない。そうね。それこそ最初に大島さんが言った通り、うん あの、予定調和だから、飽きちゃわないっていうのは、もうまさにその通りで、うんうんうん。し、ハラハラの要素が単純にもったいないっていう,ねうふうにも思えますもんね。そうそう、そうならざるを得ないから、うん、その過程の中に、やっぱり必ずドラマがあるという、うんうん。なるほど。あと、その、伏線回収の気持ちよさもあったじゃないはい。えっと、こう、実は、野崎は、その、あの、監視カメラを仕掛けて,てみたいなこととか、うんうん。ありました。もう庭話の時にあんな仕掛けてたのか、みたいな。2話のところ、はい、ありました。やっぱその 次どうなるか分からないサスペンス感を犠牲にしても、うん、あの、入れたいところが、確かにね。あったんだよね,、うん、ね。そういうことだね。あとやっぱあの、自信があったんだと思うけ、えっとうん、のドラマの部分もそうなんだけど、だってさ、うん、役所講師さんと、うん、坂井正人さんと二宮和也というこの三人が揃ったシーンで泣かないわけねえじゃんっていう。あ <laughs> すごかったね。まずこの圧倒的な自信。 ま、ちょっとあのシーンの話に行っちゃうけどさ。はい、いや、いいっすよ。もう僕の問題解決したからもうい,いですよ。や、やばかったよね、あれ。いやー、来たって感じだったな、あそこはだってもうさ、あの、あの乃木が、うん、もうこのしドラマに出てくる人たちって、うん、みんなさ、お前原稿用意してきたんかって言うからい、理路整然と喋るじゃん。そうね。無駄な、ね、みんな頭いいからね。口どもってさ、ごもってさ、 何の話してるか分かんなくなるんだよね、乃木が。そのお父さんが、本当に立派だと思いますって言って、本当に尊敬してますって言った上で、でも、罪を、は罪ですって言おうと思ってました。そうそうそう。だから、すごい遠回しな言い方してんのよ。確かにね、このドラマ史上ね、わざと分かりにくい台詞にしてた気がしますね。めっちゃ回りくどいしさ、 あの、乃木もさん、ずっと泣いてんのよ。うん、なんで泣いてるのかもよくわかんないし、っていうシーンで、うん、あれ、あれはもうドラマよ、まさに。うん。<俺>そう、ねうん、俺、ドラマって、あの、まあ、なんか、あの、いろいろと説明は省くけど、俺の持論ね。うん。持論でドラマって、 あその理不尽なことだと思ってのおお <laughs> 俺の。俺の定義ね。<お>その人間、俺はその人間しか、他の動物の違いって理不尽なことをしないっていうことだと思ってんの。お<う>で、ごめんね、あのその自然、ちょっとこれは俺の持論だからさ。つまりそう、あれこそさ、野木祐介という人物が、うん、ずっと筋通してきてさ。うん ずっとペッパンとして合理的な選択しかしてこなかった人間が、うん、そうですね。やっぱり、それでもおかしい行動をしたのって、うん、あの、ゆずきさんを抱きしめて、ぎこちないキスをした時と、うん、やっぱこれくらいなのよ。うんうん この、のゴうんべきに。確かにね。言うところ。その、理から外れた瞬間ね。そう、理から外れてるのよ。はい、わかるよ。これに、やっぱり心打たれるわけでさ。うん、そうね。だからそこまでが、もう、リズメのサイボーグ人間。そうん。ターミネーターじゃないですか。そう。無理なんてもうん。で、別班の他の人たちもターミネーターだけど、うん。ターミネーターを撃っちゃったってことは、 結構強いターミネーターだみたいなそ感じになってて、な、ねうんだよこいつみたいな、野、うん、ぎ怖えよってやっぱ僕らはずっと思ってたわけですよね。で、まあ葛藤がサウジのね、真っ赤な部屋のシーンとかでも示されはするけど、うん、それでもわかんないよちょっとみたいな、うん、怖えよみたいなところはやっぱずっとあって、うん、でそれが振りとなって今回の 泣いてるシーンですから。<う>で、まあ、ほぼ家族しかいないシーンですよね。で、血の繋がってる、まあ、目標としてきたお父さん。うん、プラス、そのお父さんが、まあ、生きる糧としてきたべきの息子ですよね。残るっていうのはもう言っちゃえば。うん、もう残るのために生きてきたみたいな部分が。うん、てか、残るがべきを生かしてくれたわけですよね。9話で明らかになりましたけど。うん、で、その、血は繋がってないし、残るは自分を敵視してるのかもしんないけど、うん でも、残るがいなかったら、ベキは多分今生きてないんだよな、みたいな。もう心折れて死んでるんだよな、みたいな。まあ、って考えると、まあ、これはもう弟か、みたいな人たちしかいない空間で涙を流すことを覚えたという,う。あ、涙流せたっていう感動もちょっとあったな。そうよね。だから。よかったねみたいな。なんか、よくないんですよそうそう,そうバとしては全然よくないんだけど、うん、人間になったみたいな。そう、人間になったって感じよね。拍手みたいな、うん。 なんかそれで落ちた感じもするんだよな、あのシーンは。僕を愛してくれてたんだってことが分かりました、うん、っていうのも言ってたしさ。それは心配だしね。ねもう覚えてねえよお前なんかって言われる可能性もあるしね。で、それを見てさ、ノコルがさ、泣きながら泣くなっていうのすごくない、うん、そう。で、それを見てさ、うん、ちょっとニコって笑うべきべきはね、最終的にいつもニコって笑ってんのよ、なんか。いやー、よっ。 対応<や>本当にそういうと。で嘘つかないべきだからさ、うん、嘘つき裏切り大嫌いなべき。うん、だけど、やっぱそれにもいろんなグラデーションがあることが、まあ、今回だけで結構明らかになりましたよね。うん、そうね。ね、で前回日本への恨みなんてもうとうになくなったとか言ってたけど、うん、ああ、日本への恨みはなくなってたのね。なくなってたんだ。星爪さんのことは恨んでたのね。っていうので嘘はついてないし、<う>あとはその裏切ったやつを殺すっていうことにも、 組織としての合理性があった上でのことだったんだみたいなあんな細かい、ま、なんていうのかな、ネタバラシ、どう大人数でプロット作るんかねっていうような。そうね、だからさ、こう、作者以上に頭のいいキャラクターは作れないってよく言いますけど、<ー>やっぱいろんな人の知識が集まってさ、ね、いや、これはね、俺ちょっとね、うん、あのねだからあなたさ、はい、あの子 東京大学ってさ、日本の最高学府を出てる人じゃないで、その人だからこそさ、ちょっとさ、問いたい問題なんだけどさ。でも、あれですからね、その、乃木と学歴一緒ですからね、僕、大体。乃木と学歴一緒だそうだわ。大体一緒ですから。そうだわ。だから、それでさ、大体一緒じゃねえよ。大体一緒メリタリースクール行ってねえわ。メリタリースクール。メリタリースクール行ってないわ、俺。大体一緒じゃねえわ。俺さ、このドラマで驚異的だと思ったの 全員頭いいのに、うん、俺は鼻に使いはったの。あ<ー>どう思うあなるほどね。確かに、そういえば、ベキとかも、うん、まあ、公安出身でとかで、うん、まあ、超エリートでみたいなの、忘れちゃうもんね。うん、そう。なんでだろうね。このドラマってさ、俺、うん、エリートのドラマだって、 言えるかもしんないくらいじゃない確かにね。出てきてる人はほとんどそうだもんね。こういう作品ってさ、うん、結構、うん、現場からの叩き上げみたいなやつが、うん、主人公になったりしがちじゃん。うん、まあまあ踊る大捜査戦ね。<laughs> <laughs> そ,うそうそうそう。イタリアのと戦うみたいなね。そうそうそう。そうね。で僕は、なんかそういう話って、うん、やっぱりまあ結構その丸菱のパートで描き終わってるかなっていうふうに思ってて。だからそこがさ、そう,うまいこカタパルトというか、滑走路になってるんね。そうそう,そうそうそう。だからまあ、半沢とか見てるときに、うん、やっぱバカバカしくも面白いのって、やっぱりちょっとリアリティショーを見てるような人間のバカさ。 なんでそんなこと気にしてんだよみたいな、その見た目とか年収とか学歴みたいな話、うん、と自分の組織内でのポジションみたいな話をずっと気にしてる人たちでバカバカしくて嫌だよねっていうのってまあ本当に簡単に描きやすいというか、うん、まあなんていうのかな、フォーマットがあるというか、うん、型があると思うんですよね。うん、あるあるだと思うんですけどなんていうのかな、その学歴の話とかってその僕は別に学歴をそのキャラクターとして 作った人っていう、なんかそれを言ってる時点で鼻に作って僕は言われるんだけど、<laughs> だからその時点で結構その説明する人間としては適してないんだけど、僕は。 でもなんか、僕の感覚で言うと、それは世の中の中で、学歴にみんなが興味ありすぎることが僕はすげえ気持ち悪いんですよ。おぉ、いいところついてきたもん。そうそれの、僕は逆張りでしかなくて、うんうん、僕がちょっとでも大食いだったら、めちゃめちゃ大食いをファイターになるように鍛えてるんですよ。で、僕はちょっとでも筋肉があるタイプだったら、めっちゃ筋トレして筋肉芸人になってるんですよ。で、ちょっと頭良かったから、それを誇張して東大っていう肩をつけてるんですよ。なるほど。で、じゃあなんでマッチョ芸人のことは鼻につくって言わないの なんで大食い芸人のことは鼻につくって言わないのみんな同じ努力してるよっていう話で、受けて側が気持ち悪いんですよ。<ー>のことの写し鏡なんですよ。す僕がその鼻につくって言われるのって。<laughs> すごいぞで、それってイケメンの人とか、高、うん、身長の人とか、お坊ちゃまとか、あのすげえ稼いでる人とかに言うのも一緒で、みんなが興味ありすぎることに鼻につくって言ってるんですよ。なるほど で、それはまあちょっとこれ雑談会とかで喋るような話だと思うんだけど、<laughs> ビバンに翻して言うと、うん、ビバンの世界の人たちって、そんなこともうあんま気にしてないんですよ。うん、なぜかっていうと、他に気にすることがある人たちの話なんですよ。その通りだそう。で、それは、その通りだその通りだそれは、正義であったりとか <laughs>、うんえー、その富を平等にするっていうことであったりとか、うん、もしくは日本を守るっていうことであったりとか、人々の安全を守るってあったりとか、そういうことを気にしてる人たちの話なので、<ぁ>こいつは東大出てるから優秀だなぁ。 いいなぁ。鼻につくなぁ。とか言わないんですよ。言わない。しかもさ、今、どんどん気づいてきたけどさ、やっぱこういう優秀な人が出てくる作品って、あの、 一般人出しがちじゃん。で、モブみたいな。そうそう、モブの一般人の目線から見て、すげえみたいなの言わせたりとか、要チェックやみたいな。そうそう、要チェックやみたいなのとか、やらせがちじゃん。そうすることによって、すごい人の凄さを際立たせようとしちゃう。まあ、上等手段ですね。でもさ、そうだよね。でも、大島さんが言ってるのは、その構図そのものが、その、 こう見てる人のその鼻につく感とかの助長にも繋がってるかもしれないじゃないから。そうだよね。そ,<う>その点、ビファンは、そういうリアクターみたいな、優秀すぎるみたいなことを言う、一般人とか凡人っていう目線、まじないもんね。まない。本当にもう唯一あるとすれば、1> うん、第1話でトラックの荷台で喋ってる時に、うん、丸飯、超エリートじゃんって、 かおりさんに言わせて。ぐらいだ。ぐらい。あの辺ぐらい。しかもその丸菱ただの前座だからね。そう。丸菱じゃねえし。丸菱の話じゃねえ別に丸菱の身の本質じゃねえし。ねえ。っていう。だから世間を騙すために使ってる看板についてのリアクションしかさせてなくて。わかるな。しかもさ、公安の立場もうまいよね。そう。公安も結構さ、ずっと、事実として見ると、別班から出し抜かれてるんだけど、あのさ、野崎さんの、あの余裕 うん、そうね。そしてさ、野崎さんが、ね、なん,な,なんだかんだ言ってさ、うん、必ずその家紋にたどり着いてたり、うんうん、必ずあのビデオを解析して、野、はい、木の正体に気づいたりっていうのを入れることによって、はい、こう、公安とかってさ、別班、うん、に対して、別班、うんうん、すげえ っていう人たちの集団になりかねないところ、うん、全然そうじゃないんだよね。全然そうじゃない。わあ、いいこと言ういや、そうなんですよ。いい気なんでかっていうと、うん、野崎さんには野崎さんのモチベーションが描かれてるからなんですよ。描かれてる。なるほどね。野崎さんが正義のための人だけだったり、うん、その自分の警察の中での地位を上げたいみたいなくだらないことを思ってる人だったら、 の木はちょっともうめんどくせえな、みたいな、うんうん、ふうになって、別の事件行った方がいい可能性あるです。の <laughs> にこの意味わかんないんですよ。はい、ただ、劉ゅうみンに似てるんですよ。<laughs> <laughs> それを気にしてるんですよ、野崎さんも。そこだよね。劉ゅうみンしゃ大事。今回のその暗号として使われたっていうのめっちゃうまいなと思ったけど、うん、やっぱね、劉ゅうみン,シェン で別に今後出てこなくてもいいと全く思ってるし、うん、僕は。うん、ただ、リュミッシンがいることによって、うん、もう、野崎が、なんかね、呪われたように、野木にしがみついてるっていう、その、ルパン三世とゼニガタとも実はちょっと違う。違うよね。で、トムとジェリーともちょっと違うんだけれども、うん、で、野崎がずっと鼻を明かされ続けてるわけではないっていうところですよね。<laughs> っていうのから、僕はね、ジ子ちゃんが、 カオルさんなんじゃないかっていう説って、やっぱサムのところに、うん、ルパン三世のこう映像が流れてたり、グッズが置いてあったりするところから言われてたんですけど、うん、いや、これは、藤子ちゃんは、野崎さんじゃねえか、どっちかっていうとっていう。<laughs> 構造としてはね、ルパンがのぎで野崎さんは藤子ちゃんじゃないかな。助けるときは助ける。 追いかけるときは追いかけるっていうのはね、そっちなんですよね、とか思ったりします。で、最後は、美味しいところだけ持ってくんね。美味しいところ持ってくっていうのは、そう、ゼニと藤子ちゃんを合体させたいようなキャラクターが野崎さんなんじゃないかというね、分析が僕は。いや、これね、すごい鋭いと思うよ。本当に俺、なんかわかるな。なんかそのさ、野崎さんってさ、こう、リュウ・ミンェンの話、あの、出てきたの後半じゃん。めちゃめちゃ後半。でもさ、我々、リュウ・ミンシェンの話、 すごいスーッと納得したのって、うん、あの、野崎さんのさ、あの、うん、 異様な乃木への執着っていうのが、芝居だけでめちゃくちゃビンビン伝わってきたんだよね。ニヤニヤ見てて、何<う>ですかみたいな。乃木がドン引きしてるみたいなところが、うん、2> 計2回はあって、うん、で、VTR 越しにもう1回あるから、うん、3回ぐらいあるんだけど。あるよね。そう。で、あれって明らかに野崎さんの中でも、リュウ・ミンシェンに対する、その野崎さんのセクシャリティっていうのは全く描かれてないけれども、うん、なんていうのかな、その古文に対するブラザーフッドみたいなものをちょっと超えた、うん、ちょっと、 素敵な感情みたいな。ね、ちょっとほんわかしたラブリーな感情に近いものっていうのは、あるようには解釈できるようには描かれてると思うんですよね。うん、で、それってルパンと藤子ちゃんって、じゃあお互いのこと好きなの好きじゃないのって、うん、多分誰も説明できないと思う。誰も説明できない。モンキーパンチ先生ですら説明できないと思うんですよ。<laughs> うん、ちょっとでも好きじゃなかったらあんなことしてないと思うし、そうよね、でもお互いのことをもしかしたら死んでもいいと思ってるぐらいのことたまにするし、うん、みたいな。そこに近いね、なんか、 鉄板と公安のセクシーな関係みたいなサムネを一回作った気がするんですけど <laughs> それがねやっぱ最後まで通定してるんですよね。 ってなると、やっぱね、エリートとかマジ関係ない世界なんですよね。そうだね。割と愛情とか、心しでしか動いてない。そういうことだよね。その、どんなに優秀で、どんなにエリートだったとしても、その行動の原点は、非常に個人的なことなんだよね。これちょっとね、エロスなんですよ。それはエロスだね。それがね、野崎さんもっていうの。だからこそさ、それがない心情が、別版のモニターだった。 あ、べ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 。トエントのモニターだったんだよね。そうなんですよ。うわ、よくできてるわ。あいつ、全然描かれてないもん。だから、それで言うとさ。ブルーウォーカーだって、やっぱ家族っていうのが描かれてて。実家だもんね。実家じゃん。ああいうのがあるからさ。こう、最後まで協力してたのがさ、そのね、見方っぽいもんね。なんかさ、それもやっぱ奥深いよね。奥深い。で、俺直前にはね、やっぱちょっとね、新庄の可能性より。 ちょっとね、浜田学さん。はい,はいはいはい。登場の可能性も疑っちゃってたんですよ。うん。登場がさ、裏切ってても視聴者あんまり傷つかないじゃないですか。わかるね。でもね、見返してみると、やっぱりもんじゃで、なんか、明太餅チーズダブルでいいよね。いいか。 っていう、くだりがあって、うんうん、あれだけで、あのもんじゃ屋で何回二人で密談してるんだよっていうのが、匂うから、ね、やっぱり野崎と東場の絆は描かれてるんだよね。で、それは個人的な、人対人じゃん。俺、あとも,もう一個のパーソナリティで言うと、うん 当時はね、ロマンチストだと思うの。ああ、そうだよ。もう当時はそうだよ。ね、だよこうさ、ブルーウォーカーへの憧れとかもさ、すごいあったじゃない。ブルーウォーカーだブルーウォーカーは、そんな人じゃないって言ってお前どっちの言い方なんだそう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 。漫才、漫才。漫才やってたじゃない。なんかやっぱそういう。巨人、阪神さんみたいな。そうそすごいさ、パーソナルがさ、しっかりしてて。そうだね。で、人との、そう、人とのつながりとかが、それが喪失してるにしろ、今あるものにしろ、 なんか個人とのつながりがしっかりしてる人ほど。 やっっぱりり足元がししかててさで山本はやっぱ何がだめだったかってやっぱ家族がいなくて孤独な男だったっていうのが山本もさいやもう全く擁護できない極悪人だけどさてか卑近な最悪な賄償な悪人だけどさでもやっぱりさ山本もさいや最低ですよやったことはもう到底もう内乱罪的にも完全にアウトだし性犯罪やってるっていうのもアウトだしもう全部アウトなんだけど擁護の余地は何もないんだけど。 でも人間としてはね、描かれてるんだよね。描かれてるよね。いや、きついよ。ちょっと山本のね、うん、身寄りがないっていう設定、僕結構きついんだよな。きついよ。それ、やっぱりでも誠実だよね。うん、にあのもう、うん 方や、あの人と人とのつながりっていうのの、それ、それが家族であったり、ブラザーフットであったり。あの、いろんなつながりを描いておきつつ、それから完全に断絶した人もいる。そう、そう、いるもん、そういう人はって思うし。ものすごい大それた犯罪をしてしまった人の、なんか手記とかさ、裁判記録とかさ、読むとさ。べたにそういうことだったりするもんね。そういうことだったりする。いや、いや、いや、お前それ違うよって言ってくれる人が、たまたま周りにいなかったみたいな。 うん、人生をたまたま何十年も送ってきた人の手記とかってマジで読んじゃうんだよなみたいな感覚をねちょっと山本の死、ね、のシーンですごく思いましたね。でそれでやっぱこの思想は正しいっていうところに傾倒してしまうのも。 ありうるし、うん、山本は山本なりに、てか山本の人生をね、想像してもしょうがないんだけど、<laughs> 山本は山本なりにさ、その自分の人生を作ろうとしてさ、頑張ってエリートになったわけじゃないですか。うん、とかも思っちゃうよね。悪い奴なんだけどね。めっちゃ悪い奴なんだけどね。<ー>うん、いや、人間描かれてたな。いや、というわけで。そうだね。いや ちょっとね、シューズやってくんないと納得いかないぞ。面白い。納得いかないくらいですよ、本当に。<laughs> 面白かったな。面白かったわ。<や>ち,ょちょっともう一回ってか何回でも見ると思います。そうですねは。はい。というわけで、一、はい、番最終回三本目でございました。はい。以上、おしまいですおきでした。高野みなとでした。ありがとうございました。ありがとうございました。 大島よきです。高野湊です。無限前歌詞とは、映画やドラマや漫画や小説などのフィクション、すなわち前歌詞を無限にぶさぼり続けている私たち二人が、それらの感想や考察を述べていくラジオでございます。おーすええー、美版最終回終わりまして、四本目かな。四本目だね。はい。の回になるんですけれども。ちょっとやばいよ。うん。最後になりかけてるのに。うん。野崎さん聞いてないよ。うん。あんまり。なあ<ー>。あなたの野崎さん。いや、今回だって、もうそんなこと考えてる人もなかったからな。<laughs> 野崎ものまね。うん。 でも、ね、あの、僕はラパルフェツルに教わりまして、ちょっと上手くなりましたからね。<laughs> 上手くなった。うん、じゃあ、ここらでまたあの、絶対に言わない野崎さんを。野崎さんが、絶対に言わないこと、ね、はい。ドラム、おまんじゅうよこせ <laughs> ドラムより食う。<laughs> ドラムより食うってこと、ね <laughs> 笑うことじゃなないんだよ俺ね,ね、こういう笑いダメなんだよ。<laughs> 本当にこれね、わざとじゃないの。もうダメだいや、ちゃんと喋るお、おまんじゅうっていうのまんじゅうじゃねえんだ。お父さんとかさ、お母さんとか言うじゃん。この世界では。野崎 <laughs> さ,さん言わなそう。 徹底的に言わなそうでしょ。ね。<お>結構もうすぐできるんだけど。<お><う>赤飯の言葉赤飯っていう人なんだ。そう。おまじゅう、ねい。いいでしょ。ドラムもうどんなか、いいでしょとかう。もう嫌になっちゃう。すいません。いいんです続けてください。いいんですよ。 いや、もう、大事ですよ。安倍さん、安倍さんってやっぱ素晴らしいなって、数字だけで一回できるから。でもう、でもそれはいつもできるから、安倍さんの話をする回をまた今度、雑談会でやりたいと思いますけど、あの、VIVAN ね、最終回ですよ。で、最終回終わって直後に、まだ一回しか見てない状態で喋ってますけれども、昨日ね、僕、全話見返したんですよ。すごいね、それ。マジで。すごいよ。で、それで、やっぱね、一話ごとのつなぎがほんとうまいなと思って、なんかね、 ブロックに明確に分かれてるんですよね。なるほどね。で、僕のカウントだと、1話から3話がまず誤送金編みたいな感じでまるっとなってる気がするんですよ。なってたなってた。てたで、4話も誤送金の解決がまあ一応あったけれども、うん、4のラストからもう別版編に突入するんで。そうだね。 4話の最後からもう、よー山本って言って、うん、もうクレイジー乃木が発生するんで、うん、4、5が割とひとまとまりかなっていう感じでした。で、5話の最後に、えっと、有社長を脅して、えのごうん、えー、べきの正体を把握して、ね、野崎さんと乃木が追っていたテントのマークと乃木家の家紋がが繋がって、うん、最後のテントの総収益報告っていうところに繋がるので、うん テント、テント編に、ええー、まあ、6話から突入するというか。しかも上手だよね。そう。5はさ、はい、あの、すごく厳密な話すると、うんあの、グラデーションとも言えるよね。そうね。うねなんかきき、きっちり分かれてる。4語なんだけど、でも5のさ、 あまり五、うん、はだからテント編への導入みたいな感じですね。かるかるで、えっと、67は割とちょっと落ち着いてる回というか、うん、そのバルカでのテントに潜入するまでの布石編みたいな感じのつな、うんまあ、ぎみたいなパートで割とこう日本のキャラクターを深める回みたいなふうなところがありで8910はもう完全にがっつりバルカテント編っていうところに突入していくので、ね、これ4 構構成かなななみたい風、うん、印象が結構ありまして、うん、その中でも、なんか色がもう完全に変わるじゃないですか。変わる。なんか四クールやってんのかみたいな感じの。てか四本映画みたいな。すごい、ね。なんか四部作の映画を見たみたいな感想に、僕は改めてぶっ通しで見てみてなったんですけど、自分のね、これ色が違うがゆえに、全部面白いんですよ。うん、全部面白いし、特に最近見た8910話のパートなんてもうとてつもないなと思うんですけど、うんうん 好きなパートってあるなって思って。おっと僕はね、ちょっとね、飛び抜けて4号はが好きですね。わかる。わかっちゃう俺も、俺も今4号って言おうとした。4号は、えぐい。えぐいよ。4号マジで美しい。全部。美しい。もう痺れに痺れたもん。最終回後に言うことじゃないと思うんだけど。わかるよ。前半をここで締めて、 絶対に6話を目指せるっていう違いしか感じないし。うん、やっぱ5話の最後のね、まず総収益7億3870万ドルで、ズコ、うん、ーってなるっていうか、うん、何を言ってるのこの人たちはっていう、思、うん、ったよりでけーっていうので笑っちゃう感じみたいなのを含めてだし、あの、段積みで、 4話の終盤に山本を殺し、うん、5話の終盤に有社長の家族を殺したかのような残虐な拷問をし、うん、っていうのも段詰みになってるし、うん、っていうのでね、4号のトントンっていうこうエスカレートしていく感じがね。わかる。 とてつもなく好きでしたね、僕は。それこそ俺もさ、5話の時にさ、はい、あまりにも5話の脚本が美しすぎるっていう話、ね、い聞いたね。この回は聞き応えあるんで、もう一、ん、回聞いてください。これはもうその、あの、うん、テントの正体に迫っていく、乃木すぐると、はい、えっと、あの、乃木の正体に迫っていく、野崎っていうのが、全く別の二軸で進んでいたと思ったら、はい、最後、家紋という形でクロスするっていう、はい、はい え、とんでもなく脚本として高度なことをやってるっていうのを、絵でクロスするわけですから。そうそうそう。え絵だよマーク、絵、絵、イラストでクロスするわけですからね。マークでクロスするって、セリフじゃなくてマークでクロスするってどういうことっていう。とんでもないことやってるし。かっこいいわねで、そのマークが後ろにドーンとあるところで収益発表してるわけそう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 、わかる。かっけーっていうね。基本校すごいよね、もうさ。基号は最高。その物語としての転換というか、なんかこう、 1,2,3って、やっぱこう、モンゴルの壮大なローケーション、はい、大,冒大冒険とかで、かなりこう、エンターテインメントですう。うん。し、結構直線的だよね。まっすぐ前に進んでいくぞ、うん、わーっていう勢いですけどそうそうそう。うん、でもこう、技巧がほとばしってたんって、やっぱ4号というか。4号はほとばしってますね。だっても4話のさ、うん、あのこう、野木がこう、暗闇から出てくるところもそうだし、うん 急に出てきた松坂通りクロスも。そう。何っていうのをもう。ちょっとね、あの辺で振り落とされないように、しがみついた人は最終回までしがみついてるんだろうなって思いますよね。すごかった。クロスの出てくる下りももう本当にスマートで全部さ。あ、ま、だから、だからね、結構捨て難いのはやっぱ6話なんだけど、まあいいや、6話はね、クロスが深まるから僕好きなんですけど。気持ちブルーボーカーとクロスが2人でいるシーンで、相当クロスが深まりますから、あそこは相当いいんだけど。 でも4話の、やっぱクロスが最初に登場したところ、うん、山本を助けるふりして、うん、で、この好きなセリフ、僕が好きなセリフで、うん、ええ乃木が、乃木がって山本が言ってるに。うん 乃木誰だそいつって言いながら運転する松坂通り。あの言い方いいよね。いやもう主人公でいいからこいつも。もう吐き捨ててる。らそつ。誰だそいつもう。もうクロスメインでいいから。<laughs> いいよね、えー。あの、悲しいけど、あの、パラレルワールドでいいけど、その脱ぎが死んじゃってクロス主人公の話、いや、ちょっとい,いよくない <laughs> どんってく、どんなこと、ちょっといいね。ちょっといいね <laughs>。ちょっといいね。あの、ごめん。ちょっと良い。良い,いわ。ちょっといいね。あの、やっぱコ老の血のワンツーみたいなもんだよね。そうなんですよ。あの、ガミさんがいなくなった後に、そう それを後を継ぐ日岡っていうのがそうなんですクロスの中にもねね K みたいなやつがいて <laughs> いなかったことにしてたんだけど、いたんだっていうことがまた出てきてクロスがあれだったら、もう一つのやつ、どういう性格になるのわかんないね。逆になよなよしてる。逆なやめた方がいいよって。小木さんだったら絶対やるなって言うよ。そっちがいいんだったらいらないだろって。まあ、だからそれで言うとさ、4話ってさ、最後にやっぱり衝撃を受けたのはさ、あこの人たち殺すんだ殺すんだああっ、って落ちちゃう。 ねって落ちちゃう山本ねあ。あれって相当な覚悟だったと思うんだよね。<laughs> もうさ、視聴者が、あそこで、最悪これって言って、見るのやめてもいいくらいの角度でやってると思うし。怒ってる人結構いたからね。いたもんね。そのうちのコメント欄とかにも結構ちょこちょこいたもんね。珍しくね。でもさ、あれね、ズルしようと思ったら、あのシーンを次のあの冒頭に持ってくれゃいいのよ。あ、そうか。だって見るじゃん。確かにね。見て、その流れで、えって言って見れるから。5は見てくれるもんね。そう。5は見てくれるから、そういう時間稼ぎもできたの。 いや確かになでも、やらなかったところにも。いやし、確実に死んでるもんなね、すごい、こう、この作品としての覚悟をやっぱり感じたのは俺も4話だったし。覚悟、覚悟、覚悟。この、俺も4話で、<ー>このドラマが何をやろうとしてるかが分かった。うん、た分かった、分かった。分かったね。うん、やっぱ1,2,3話まで、ちょっとこう、うん、なんていうかな、こっちでも派てなマークがつくことが結構たくさんあって、なんか日本ってやたら言うなとか、うん なんかこれ愛国心の話なのかなとか、なんかこうコメントしづらいことが色々あったんだけど、4話の最後に、このヴィヴァンというドラマはこういうドラマですっていうのを、まさかの人を殺すっていうシーンで示してくるっていうのがあまりにかっこよかった。はいはい、そうね。で、みんながいいことだと思っている、強弱の差こそあれ、いいことだと思っている、うん、愛国心というものを、うん ちょっと今から疑いますよ。そうっていうめっちゃ怖いこと言ってるみたいな。めっちゃ怖いから。麦とクロスまず怖いんだけど、そのドラマ自体まず結構怖いこと言ってるな、みたいなところがすごくってですね、もう全部いい。あそこからの流れもう全部いい。暗闇から、てかまあ、クロスが山本と合流してからの流れ、もう1分1秒全部いい。1分1秒いいよね。あれさ、1行も無駄なしになる。またさ、山本がいいや、下して。山本さん最高。 もう、坂田さん最高。さん最高あの、なんかもう、ロワク的な演技。的な。もう、知らない。そんなことも知らない。とか俺が知るわけないじゃんとか、もう、全部もうどうでもよくなっちゃって、うん、えそれに対する、坂井正人さんの、ああ、知らないんだ、教えてくれよ、山本っていう、<laughs> もう、ぶち切れてるこの人っていう、で、ツバ、バッてかけられて、うん、はい、殺しまーす。 はい。タイムアップです。ってなっちゃう感じね。あれよかったな。だからそれで言うとさ、あなたさ、これあの、ドラマをさ、あのさ、日本でも有数に大量に見る人じゃないはい、僕と花輪さんが一番。ね。本当に花輪さん。花輪さん僕より見てるから、多分。で、それで言うとさ、前なんか言ってた気がするけどさ、やっぱさ、4話って落ちませんか落ちるね。ね。諦めるね、ちょっとね。うん。うん。やっぱりこう、 2話までが1話みたいなことを言ってたじゃん。なんかそうね。違う。違う <laughs>。違う。だけど、やっぱ俺も見てて、うん、やっぱ4号が一番、うん、落ちると思うし。そうなんか4号、6、7って。うん。なんか いいその「10話っていうフォーマットに縛られてるがゆえに無理やり引き伸ばしてますよねみたいなものって正直半分以上のドラマではありますよねそれこそさ視聴率っていう数字だけ見てもやっぱ4号とかが一番最低視聴率になりがちな感じがそうある最後まで下っていくパターンもあるからそういうのもあるけどねた8910っていうのは10から逆算した時に必要なことが8から始まってるみたいなケースっていうのはまああるんですけど4567456ですね特にね。面白くするっていうのは 相当な至難の技ですねだからそこにが一番面白いって、うん、やっぱすごいよね。最初から踏まえてみて、4号がとてつもなく面白いってことも今震えてますね。うん、そうだよね。6も面白いけどね。だって俺よく覚えてるのはやっぱ4号だもん四4号はねえ、うん、えげつない。で、5話の冒頭ね。 <え>コアの冒頭で、山本の遺体を回収する野崎さん。で、そこに向かう野崎さんをまずめちゃくちゃ無駄にかっこよく撮ってるんですけど。多分ドローン撮影だね。そう。朝焼けのシーンしか見せてくれなかったんだけども、夜が明けてますせというロケーションからまず見せてくれる。そう。で、完全に嘘な山本の衣装を、山本の声で朗読するという、まあ悪さですよね。性格悪いんだよ悪。悪。完全なもう悪なんだけど、そことカットバックして何が描かれていたか覚えてますか 何が描かれてましたっけ別班司令の手や足が描かれていたんですね <laughs> なんだよな <laughs> 乃木と集合する、人類児に向かうまでの、えー、木村みどり子さん、うん、まだ顔が出てきていない別班指令の手やハイヒールの足や、えー、声などが描かれていたんですね。茶筒を持つ手。そうなんですね。ねで、ここで完全に別班の指揮系統。しかも無駄に伝統的な指揮系統であろうということが分かることがね、うん、なんと山本の医者とカットバックして出てくる綺麗な冒頭ね。かっこよかったなあ,あの辺にも繋がってくるわけですね。しかもそん その後にやるのがさ、はい、あの半沢直樹いじりだからねあそうだ五話の最初ってあそうだ五話もうそこだ半沢直樹をまさかの 坂井正人さんにやらせて、みんな弾くっていうのを。半沢直樹も相対化しますっていう、ね。半沢直樹って気持ちよくないからね。うん、そうそう,そう,そうっていうシーンですね、うん、あれはね。すごいよ。じゃあ、まずその前に山本の机に花束置いてますからね。そう。だからもう。ワっていう。だからもう4号って本当に。 その渡りどころか、なんかこう、ワイヤーの上歩いてるみたいな、うん、話<で>。だから、ね、悪者証言のなんか玉手箱なんだよね。うん。なんかもうずっと幕の内弁当。もうノワール、ノワール、ノワール、ノワールっていう感じで。だからあの辺はもうずっと、あれ長野専務の、あれ、尋問 みたいなところもその辺でしたっけいや、中野専務は、えっと、3話じゃないあ、そうか、もっと前か。うん、かその辺から、ちょっとノワールチックの匂いは、急に漂ってたんですけど、うん、そっから主人公がなんとノワール側を背負うっていうのが、そうなのよ。すっごいかっこよくて、で、もう、ゴアなんてもう、その後、アリ社長にめっちゃひどいことしたりとか、<う>ね、アリ社長の仲間をヘッドショット、バダンって打ち抜くところも、ゴアですからね。たぶ、うん、あれは衝撃だったよ、本当にこれ。これ日本の民法でできるんだって。 そうでね。うん、で、もう首吊りで、家族殺していくっていうところの、うん、まあ、あり社長との、まあ僕の大好きな、うん、御社が弊社を見込んで、の時とはもう完全に逆転してるね。<laughs> 力関係が。<laughs> なががら関係が完全に逆転してる <laughs> 泣きるのをごねいや、もうその尋問も前回見たてっていう、うん、あのゼロ距離でキスしそうなダチョウクラブさんみたいな距離で尋問するのを前回の山本でもう見た見た見た。なんでこれ毎回やるのっていう、もうそわそわ感もありつつ、うん、いや、今回そこじゃないんで、そ<う>今回重要なのはそこじゃないんで、ちょっと待ってくださいてって言って見せてもらってたら、なんとテントのリーダーは誰だ<ー>って言って、 そこに繋がってくるというね。もうブリッジとして完璧だったし。全部うい。やっぱこう見てる視聴熱みたいなのもそうだし、視聴<ー>率で見てもそうだけど。はい 4号で、うん、ほぼ離脱なしどころか上がってるの異常だと思うよ。異常なんだけど、やっぱ4号がとてつもなく面白かったことが、うん、数字で証明されてるぐらい、うん、やっぱね、テレビ視聴者捨てたもんじゃないなっていうことが、うん、テレビの側にも伝わったと思うんで、うん、いや、もう視聴者を、なんかね、えー、もう視聴者の読解力がないということで、下げる、<laughs> 低く低くドラマを作るのはもうこれを機に、もう一切、 もうビバンを模範にして一切やめていただきたいと思いますねいや本当にね4号このビバンの四号話についてくる視聴者ですからねすごいよ日本の視聴者はっていう <laughs> もうこれがさ、うん、ちょっともう半分ぼやけになるけどさいやいやいや,いやこれさ後に続けるかいや続けるよ、うん なんかさ、後に続く人がさ、できたらいいな、みたいなさ、思いがあったらしいじゃないですか。そのあの、福沢監督にさ。うん。べきみたいな気持ちですよ、言ったら。みたいな気持ちに入ってよっていう気持ちですよ。それでいうと、今回のでさ、結構、打ち止めされたというかさ、いや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 。もうさ、なことはないですよ。ビバンでやってくれっていう。いや、なことビバンを、 ずっと作り続けてくれみたいな気持ちですよね。それもあるけど、<laughs> まあ,まあ、ね、それもあるけど。でもやっぱ他のやつもさ、そ<う>これがこんなことできたんだから、うん、もっとこういうことでやろうよっていう人が。そうだよ。だってスター・ウォーズに影響を受けて、8ミリ回すようになった映画監督もいっぱいいるわけですし、うんうん、その人たちが SF を必ずしも撮ってるわけじゃないし、うん 黒沢明に憧れて映画を作るようになった人たちもいるけど、うん、その人たちが必ずしも時代劇を撮ってるわけじゃないですし、そうだ,よね、だからまあ、福沢さんの立場でこれを作ると、予算があるバージョンのこれクオリティのトップはこれです。まあね、っていうだけで、それぞれの度量がありますから。 核となる部分は別にバンそのものから学ばなくていいと僕は思いますよ。うーん、なるほどね、うん。だってこれが舞台劇でも面白いもん、究極。まあまあまあ、そりゃそうか。あの、<laughs> わかんない。この、このメンツだったらだけど <laughs> このメンツ、だからこのメンツだからとかもあるし、<laughs> うん、あの舞台美術とかもすごいし、まあね、いや、よかったか、ね、いや、でもね、俺、俺テントの、テントと別班と考案の3場面。うん。 しかない舞台劇だったとしても、舞台劇としてめちゃくちゃ面白くなるとは思いますよまあ面白くなるとはね、思うけど。うん、まあ本当そのバランス感覚だよな。いや、すごい。いや、そう。で、いれらがこう連なって連なって、こう8,9、うん、10話に、こうドワッと流れ込む、うん。そうね、4部講座で言うと、そう、八かと思いきや、まあ9話は独立した、したオリジンストーリーなわけですからね、ほぼね。そうだよね。で、9話めっちゃ変だよね。9話異常だよ。<laughs> Q はマジでさ u n e x t 限定エピソードゼロみたいな回でんでそれを Q に持ってくるんだって思うけど納得いくしね、うん、あれ Q でやってくれてやっぱ突然みんななに興味持ったしな、うん、これすごいところなんだけど、うん、結局こ、あのー「このビバンって全体を通しても、はい、キャラクターのパーソナリティを知っていくっていう話だったなっていう気がすんの。 そうね。で、パーソナリティを知れなかった人が裏切ってますからね、最でね。だって、野崎さんでさえ。一切わかない。ね、でもさ、リュウ・ミンシェンっていうのがリュウ・ミンシェンだけでいいのよ。いたっていうのがあるじゃないそうね。でもさ、それさ、先に行ってもよかったわけじゃん。そうね。でもさ、あそこにするっていうのって、あ,あ,あ,ある意味、うん、見てる側に敵か味方か見た方が敵かじゃないけどさ、うんはい、はいはい。ずっと、見てるキャラクターたちに、うん 一個不安感を抱えながら見させるっていうのって。はい、ブラブラさせながらね。そう、相当なチャレンジなんだけど、うん、それでも見れたというか面白かったのって、そんな本人の過去とか謎とかどうでもいいくらい、 めちゃくちゃ魅力的だったっていうのがあると思うのよ。そうですね。人と人との、まあ、一人の人の奥はそんなわかんなくても、うんうん、その一人一人の関係性が面白いからっていう。そう。あれね。関係性もそうだし、あと行動とか、うんうん、その時その時の選択とか、うんうん、そういうところがやっぱり良かったし、うんうん、でもそれがやっぱドラマだと思うんだよな。うんうん、なんかここの人には過去にこういうことがあって、こういうことがあってっていうのを、うんうん、いや俺ら説明したがるような作品もあるし、うん、なんかそれをドラマだと、 言わんばかりのものっていうのも結構あるけどさ、<ー>その過去を見せるとかが、うん、そうじゃなくて、の今のこの人たちがまずおもろい。うん、そしてこっちは何があったの、うん、この人たちはどういう人なのっていうのを知りたくなって、それそのものがドラマとして物語になってる。はい、そのべきの過去そのものが、このドラマの核になっちゃってるっていうのが、うん、やっぱこの v i v a n っていう作品の強さが、うん いや、とにかく強いドラマだった。強かったね。うん、ね弱いものをまびいてくっていうね。<laughs> 強いドラマだったな。だってなんかもうバトラカでさえさ。バトラカの話。あんなに好きになるんだよ。いや、そうよ。バトラカの話やって、うん、普通に。バトラカの話だけやってほしいくらい。うん、だしさ、なん、じゃあそれで言うとさ、うん、なんでこんなに引きつけられるんだろうね、v i v の登場人物たちって。 まあだから前回、えっと、3本目で言ったけど、うん、やっぱ一人一人に、まあ明らかにその理屈から離れた感情的動機があるっていうところですよね。うん、まあ、そこはそうなんだけどさ。うん、でもまあ、それは、それだけは珍しい話じゃないですか、うん。そうなのよ。そうそうそう。<ー>その上で、うん、なんていうのかな、やっぱ、非常に優秀というか。そうね。有能描写がちょっとチートレベルになってるんだけど、うんうん あとね、俺俳優さん選びも結構あると思ってて。それはそうだね。そう、優秀に見えない人使わないっていうか。ああ、そうね。そうなんですよ。全員ね、ちょっとね、キャラクター被るんじゃないかっていうぐらい、うん、できる側の人が集まってるんですよね。<laughs> はあ、で、それが OK なのが面白いっていうね。わかるな。なんかちょっとこれね、あのね、ち、違うかもしれないけど、 っとだけクリストファー・ノーランの映画の人選に少し近いことを感じるというか。それね、僕、ノーランのその課題でもありあ、強みでもあると思ってるんですけどわかるわかる。俺もね、あのね、それが好きな方なの、俺は。なるほどなるほど。ノーランのその人選というか。僕は時期によるね、正直。うんうん、わかるよ。 あやっぱね、うん、明らかにね、ノーランの作品って本当にね、中肉中背か細身の人しか出てない、ね。<laughs> そうそう。そう俺もさ、その知識的に言われて、そ<う>確かに。確かに。俺が、ね、そうそう。確かにって思った。そう、世界的に俺以外多分言ってないんですよ。で、で、またさ、ほら、あの、えっと、テレットは違ったけど、はいはい、結構その、あの、 あの白人の人をそ<う>あの多いとか圧倒的に多いです。ね、白人の人しか使わないみたいな世界観は確実にある。うん、だけど、そう、それがね、ちょっとね、そのリアリティがなさすぎて、難しい設定の時には、僕はちょっとマイナスに効いてる時も、ノーランの場合はあると思ってるんですよね。うんうん、で、それが、まあ、ビバンの場合も、その賢い側の人。うん、ではなんかコンビ芸みたいなのさせたら、スマート側に当たる人。うん、みたいな。で、歴代調べてみると、有能な人の役やってる人。 ばっかりですね、基本的にね。そうだよね。そう。なんかね、そうなんですよ。うん、シュッとしてる側の人ばっかりでこんなにキャスト固めちゃって大丈夫なのっていうぐらい固めてる。うん、まあ、浜田岳さんとかはどっちもできるパターンの人だけど、うん、基本的には、言ったらだからその、長瀬智也さんとか。はい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 。はいみたいな人がいないじゃないですか。いないいない、わかるな、ね、わかりやすい。わかりやすい。や、山田孝之さんとかね。長瀬さんとか山田さんみたいな。うん、とか、藤原達也さんとかみたいな。うんはい、は,いはいはい。その、 んんおいおいおいって突っ込まれたり止められたりする側、佐藤龍太さんとか。わかるね。かるかるいないんすよ。<laughs> いないいない。わかるわかる。<笑><笑>みんなブルーみたいな人なんですよ。<ー>レッドみたいな人が、あ分あ、かる。あんまりいないんですよ。<ー>で、ニノも最近はそういう人になってきてるというか、<ー>ですよね。その IT 社長の役。<laughs> そうだよね。とかだし、マイファミリーとかだって。そう。だから、そこが、その嫌味になってないっていうか、 その、ノーランの話の、いやいや、むずすぎて数式見せられてるみたいだわっていう映画もまあ僕は正直あるんですけど、それになってないのは、やっぱりそれぞれがちょっとね、歪んだモチベーションを持ってるからなんですよね。そうだね。やっぱ人間臭いとも言えるし、<う>でさ、キャストのバランスで言うとなんだけど、うん、その、やっぱ、酒井さんと二宮さんが同系統な感じがして、うんうん、で、それで、えっと、役所さんと、 えっと、安倍さんは、ちょっと同系統な感じがするというか。うん、はいはいはい。ヒゲ<の>族ね。そう、ヒゲ族というか、うん、そうだね。あのさ、ちょっとさ、うん、日曜劇場で主演をやった時も、うん、役所さんとか安倍さんは、どっちかというとちょっと人情派に近い感じがするのよ、うんね。下町ロケットと陸王だもんね。でしょそうそう。なんかこの、情のようなものを、うん、がにじみ、で、どうしても滲み出ちゃう人っていうのを、うんうんうん 二人ドントンって置いたのは、すごく大きかったと思う。うん、ああ、確かにね。うん、それで言うと、うん、えっと、ニノのマイファミリーの時と、うん、え、酒井雅人さんのまあ半沢直樹か。うん、で、割とこう、なんか成長していく話なんで、うん、なんていうのかな、主人公の結構ステップアップの話。 だったり、うんうん、主人公が失ってたものを、こう、大切なものを取り戻したりする話みたいな感じなんだけど、割と役所さんとか野崎さん、野崎さんじゃない、阿部さん、うんうん、下町ロケット陸王って、その人情を持ってる側の人が、元々こう、ゴールでいて、その人が恵まれてなかったのが、こう、なんていうのかな。 もう、起死改正するというか、本来の評価に戻るみたいな感じだった気がするんで、確かにね、うん、日曜劇場的にも対照的な二人だとは、二人二人だとは思いますね。でも、世代もあると思う。そうだよね。でもさ、うん、その、 多分、下町ロケットとかも、えっと、だし、なんだけど、うん。不当にかわいそうな目にはってるんだよな。そう。不当っていうのがポイントだよね。やっぱ、優秀は優秀っていうのはあるじゃん。その、技術があるのに認められないっていう。時代遅れになってたりとか、そうですね,、うん、ね。で、そういう役をやっててめっちゃ合う人じゃない。だからやっぱ、優秀っていうのは変わりないんだよね。うんうん、だから、4人ともめっちゃ優秀なんだけど、うんうん、こう、ドライな方の優秀さっていうのは、オラニノミ宮さんとか、うんうん、あの、えっと、酒井さんの方、うん そうですね。なんかちょっとね、その、自分、あぐらかいてるエリートから始まりますからね。うん。あの、二野と酒井さんは。わかるわかる。そうだよね。そういう、でもそれが良さなんだよ。それが良さなんだけど。が、ピンチになってどうするかっていう話だったかな、両方、どっちかといえば。で、その点、やっぱり役所さんと安倍さんは、ちょっとこう、めっちゃ優秀なのに、どこかあったかさを感じるというか。そう、不器用なんだよね。だから、時代には乗れてないっていう人として分れたかそこはそうだね、チームだね。そこはいいですね。 だからなんか、そんなな、なんかその、こう、それぞれに、なんかこう、人間の、情みたいなのが、だってさ、クロスだって俺四話で出た時は、めっちゃ怖いと思ったよ。はい。で、五話もまだ怖かった。はい。あの、超、だって、あの、超優秀な、なんていうのかサイドキックみたいな感じじゃん。その、で、そのさ、ノギがさ、めちゃくちゃ優秀な別班なもんだからさ、はいはいそれのサイドキックってなったらより怖いわけよ。そうだね。なんだけど、それこそ六話とかがあって、6話。 クロスっていうのが結構、うん、なんか優秀なサイドキックに見えて、うん、ちょっと小犬に見えてくる時があるというか。そうなんだよ。ちょっと脆さというか、うんね、弱点があることがね、わかるんだよな。うん、で、それで野木さん、あの、野木さん野木さんって言って、うん、結構野木さんにはちょっと特別な後輩意識がある感じも見えてきてっていうのがさ、わかるない。なんかその、全員優秀なんだけど、うん、こう、どこか、 あったかさがある人だったり、ちょっと未熟さが見えたり。あ、そうだね。あったかさか未熟さは備えてますね、みんな。そうだよね。そうだと思う。それが、それが、あの、ここに出てくる人たちを、なんか、ずっと、なんていうのかな、最後までさ、10話まで、ずっと疑って見てるじゃん、俺ら。そう。しかもね、なんかね、知らんがなって思えない、ね、人事とは思えない熱がある。そうだよね。なんかさ、こんなに、いつ裏切るかわかんないぞっていうドラマなのに、 なんか引き付けられて。そう、しかも何回も裏切られてるしね。ね。で、何回も視点じゃなくなってるしね。そうそう、こういうのってさ、どうせまた裏切るんでしょ、うん、とか思っても仕方がないのに。うん、どうでもええわってなんないし。なんないのって、やっぱその、超優秀な中に、ある人間らしさ。うん、そう、不器用さと未熟さっていうのはキーワードかもしれないですね。<laughs> うん、いいね。だからそれが、やっぱこのビバンが、うん、あの、普遍性を持ってるところの一つ、うんうん、そうだね。大きいところかもないや、そう思います。確かに。スターウォーズとも通ずるのは、 そのスターウォーズの、なんかエピソード4とか今見てみると、その、なんかそのクリーチャーのあれがすごいチャチーとか、なんか CG がチャチーとかって、でもそれでも今でもスターウォーズの4を吸い切れるほど見てる人たちっていっぱいいますよね。見るよ、俺だって見るよ。ねで、それって、 やっぱ生きてるからなんですよね。生きてるから明らかに作り物、明らかに着ぐるみみたいなやつが生きてるみたいな感覚って、うん、だって、一番分かりやすいのは R2D2 とさ、C3PO ってロボなのにめっちゃ生きてんだん、うん、あ、そうそうそう。それに近いかなと思か。<laughs> うん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 、うんそう。エリートの人たちでどうでもいい裏切り者にならない。うんうん、それはなんでかっていうと、不器用な部分と未熟な部分がちゃんと描かれてるからっていうので、そ,ね、それはその日曜劇場の今までやってきたこととも、やっぱ破壊はしてると思うし、振りにはしてて、 全然違うことやろうぜっていう気概は感じるんだけど、繋がってはいるよね。しかもさ、そのさ、不器用と未熟によって、任務を失敗しましたっていうのを、うん、10話の最後の最後の最後のべき以外ないんだよね。ああなるほどね。べきが復讐をしに行ったっていうところしか、うんうん 基本、うん、市場を優先して計画がミスったっていうのないんだよ、多分。確かに。確かにそうだね。だからそれは、うん、さっきの話で言うと、前回の話で言うと、乃木が泣くのを貯めてたっていう話とも近くて、うん、10話までやんないで貯めてること結構ありますよね。ある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 。っていうのはめっちゃうまいなと思ったし、うん、10話の情報量も、やっぱ感情で処理できちゃうっていう。そうだよね。これがさ、ねうん、あのかん、感情とか、うん、未熟さとか、 パーソナリティによって、うん、計画が崩れるっていう話をすることによって、うんうん、共感度を上げるっていう技法って、うん、やっぱ作り手としてもやりたくなるんだけど、うんうん、その瞬間にめちゃくちゃ嘘になるんだよね。確かにね。しかも一回しか使えないしね。そう。だって超優秀な人たちが、うん、そんな個人の市場でミスるかよっていうのになるんだけど、うんうん 今回なんかさ、ほらさ、の乃木祐介がさ、うん、お父さんに会いたいがために裏切ったのかっていうのもさ、うん、結局10話で全部計算つくだったんだってってのわかるわけじゃない それがさあ、やっぱ良かったよね、その。いや、本当そうだわ。め、みんな、一回もミスってないの、基本。はい、ミスってないね。ね。あの、ミスがあっても、うん、市場によるミスではないね。市場によるミスではないし。しバズというか、しょうがないミス。あと、相手がより上だったっ。そうだね。っていう、こう、出し抜き合いを、うん。ミスじゃないんだからね。そう、ミスじゃないんだよね。うん、を、ずっとやってるのに、うん、それぞれの、 ちょっとしたこう人間臭さっていうのを香らせるっていうのって、めちゃくちゃうまい作劇だと思う。そうですね。いやー、すごかったな続いてほしいな続いてほしいないやずっとやってほしいな、ね、なんかさ、あのこう。 年、うん、1> 年一回ワンクールやれとは言わないよ。いね、これは無理だよ。全然言わない。だから、ね、あの、本編は2年に1回とか3年に1回とかで、うん、1>, 1年に1回、あの、2時間スペシャルドラマとかで、あの、えっと、ドラム。 とか。あいいね。やってほしい。チンギス。チンギスとか。いいね。そうそうそう。2時間、ドラマ3時間ドラマとかで。いいですね。短期集中とかで。クールの間とかね。間とかで。いいですね。やって、繋いで。で、あの、えっと、本編を。二2年後、間落ちしてみたいないや、めちゃめちゃいいじゃないですか。一生やってほしい。だって、この後さ、新キャラででも絶対好きになる自信あるよ、俺。全然いいですよ。だって、 残る様を支えてくれるなら全然いいですよ。だってなんなら10話とかだってさ、最終話で小林隆さん出すことあるかみたいな。端っこにね。そうそう。で、それでさ、一番右に。小林隆さん、ここで出すって思ったらさ、橋爪伊を最後の10分で出すことあるかっていう。うわ、そういえばそっか、橋爪さんかってね。でもさ、それもさ、いいよ。もう全部愛してるもん。もうこの世界にフィットしてればいいっす、もんそう。それで。 だから、一生やってほしいな。一生やってほしいですね。っていうのが。花輪さんと、なんか、ラジオの CM 中に喋ってたのは、うん、あの、教場って、そのフォーマットがもうあるから、お正月にやるのが、もう別に、全然、もう、嫌じゃないというか。あ確かにね。あの、中心蔵みたいなね。あ、そう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 ,そう。<laughs> なんか、そういう感じみたいな感じで、美版の一部分を切り取ったところのストーリーが、 やります、みたいな。ふうに広げてもらうのって、別にいつやってもいいよね、みたいな話をしてました。いいじゃん。そう。じゃあ、ということで,で、<つ>僕が言ってるのは、その、チンギスがなぜか東京に赴任して、東京で事件解決するっていう一話完結型。うん、<laughs> いいよ。そう。いいよ。そういうの好きよ。ちょっと豪華なアイドルとかのゲストとかもちょっと出るみたいな、うん。いいよ。もう本当に、もうそれくらいキャラ育ってますよ。うそうですよね。<俺>で、チンギスピンでいけるもん。他の人そんな豪華じゃなくていけるもん。いける。そう。本当に。 だってそれすごいことじゃないだってあの、我ら1話見た時チンギス誰だったよ嫌だったもんね。うん。もうただの敵だったもんね。本当に。めっちゃ嫌いだったもんね。それが今もうチンギスもう、もう、もう、身近だよ。身近。顔、顔つきも完全に変わってるしね。いやーよかった。最終話の顔つき変わってたね。変わってました。いやーというわけで、はい。2番の話。とりあえずこれで終わりかなそうですね。 <laughs> 終わりか <laughs> しゃべったないや YouTube の方ではねちょっとね切り抜きとかをちょこちょこさせてもらうかもしれないですけれどもいやーでも本当に面白かった面白かった皆さんの感想もコメントでぜひ教えてください,い、えー、よかったらですね雑談会というのとか、えー、過去のドラマね「うんえー、初恋の悪魔」とか「サイレントとかの話も、えー、いっぱいやってますのでさかのぼって聞いてみてください、はい、以上また ピーバンが復活するまあでもいや関係ないもう普通にあの <laughs> 僕らはなんか最低週一ぐらいでは更新し続けますので,です、ね、引き続き聞いてくださいはいぜひ上島聡吉でしたはい高野みなとでしたありがとうございました。